ラジオ伊集院光とラジオと12月23日水曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。マッショイアシスタント安田美香です。なんかカウントダウン感出てきたね。本当です、23だってね。毎年この辺りからごちゃごちゃっとしてきて、はい、なんか来年に逃げ込めみたいなとりあえず開けちゃえばいいんだよみたいになってくるんですけど、今年もそんなですね、はい、もしかしたらこの後の個人的重大ニュースになるのかもしれないんですけど、はい、僕今年の8月ぐらいからずっと肩痛いんですよ。右肩ずっと痛い言ってるじゃないですか。クイズ番組とかで勝って、はい、ガッツポーズとか反射的にするときもう痛いんですよ。あと電気代ビンゴ始まるとき、はい、なんかテンション上げるのに両手上げたりしてるんですよ。万歳したりしてるんですけど、あの時ももう痛いんですよ、うん、なんかうってなってますよね。うってなってるんですよ。だから万歳してテンション上げて始めようとしてるのに、はい、むしろ下がって始まります。痛いんだったって なんですけどね。思い出したね。なんかそのそういうのの専門のスポーツ整形形成あんな行くん行ってやってもらう、はい、週に大きゃ2回少なくても1回やってもらって、ええ、でそこでいろいろこうこの筋肉をちゃんと伸ばしてくださいみたいなやつを教わるわけ、はい、でそれがなんかこう僕の場合はですけど、壁とか柱にこう右肩をつけてでギュウギュウ押し付ける感じっていうのかな、もう例えが古いな。要するになんかいつも筋肉がダッチューノの状態で固まって、ダッチューノって今言う人いる？パイレーツのやつ。若い子。なんか前かがみみたいになっちゃってる状態を、ちゃんと胸をグッと張った状態まで、その、筋肉を伸ばしとかなきゃいけない。特に右肩を伸ばさないとダメって言われて、でそれ柱とか壁の角、廊下の角とかにギューギューこう肩を押し付けて、こう無理やり伸ばしてんだけど。ああ、開く感じ、で、それ、早くなりたいからさ、もうしょっちゅうそれをやってるわけで、いろんな場所で。うんうんうん。なんか、イノシシの縄張り、こう。イノシシがこう、なんつうの、自分の匂いをつけて、ここは俺の縄張りだからねって。やってるみたいな。いろんな場所に。はい、はい。だからみんなびっくりする。いきなり俺立ち止まって角で肩をこうずーっと押し付けて、うわーってやってるから。あ、角あったっつって。楽屋とかでも、角、ギュッギュッギュッって。俺の通ったとかそういう感じになってるから。いやー、本当にね。でもね、良くなるといいですね。イラつくね。なんと、始終激痛だったら入院するとか手術するとかなんだけどさ。これが五十肩ってやつなのかな？五十だから。そうですね。その、五十三のやつがこんな感じに肩痛いやつが多分五十肩なんだと思うんだけど。で、なんか、お医者さんは、その五十肩って別にその病名じゃないから、五十肩ですかって言われても困るみたいなことらしいんだけど、まあ、どうやらその50歳前後に訪れるこの感じが五十肩なんだろうって今ちょっと諦め始めてる。もうだからもうあとはもう伸ばすしかないっつって。基本はやっぱり伸ばして、そのなんか縮こまってる筋肉とか関節みたいのを筋みたいなやつをちゃんと動かすようにしてくださいなんつって、まあ動かしてはいるんですけども、もう一人 SM ですよ、あんなの。痛い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 つって、なんでしょうね。エア柔道みたいな。何やってんのみたいな感じになん、なんかその教えてもらうと、きちんと教えてもらうと、ここをこう固定して足はこうして、でいて首をこっちに向けながらこうすると、初めて動く筋肉みたいのが、普通に手伸ばしてんじゃダメで、なんかこのポーズでこう来て、こうかって一人でやって、痛い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 ってやってるから。ねえ、なんとかなりませんかね。ねえ、来年こそはね。誰かなんとかしてくれませんか、これ。4万8000円出すから。4万8000円。わかんないけど、それぐらい出してもいい感じっていう。さあ、それじゃあ。メッセージテーマいきますから。はい。今週のメッセージテーマは、2020年超個人的重大ニュース。さあ、
超個人的なやつは何ですか。超個人的なんですが、サッカー J リーグで無観客試合を中継したこと。はい。あの J リーグはコロナの影響で4ヶ月間中断したんですけれども、6月の末から再開して、で最初の2試合だけはお客さんを入れない無観客でやってたね。やったんですね。それの中継を担当させていただいて。どういう気持ちなの？いつもはいっぱいのあの歓声の球場が誰もいないよっていう。いや、もうね、怖かったですね。怖いの？もう静まり返ってて、もうちょっと音のない世界に来たような、あの、まあ、普段はスタジアムは選手の一つ一つのプレーでわーってこう歓声でどよめくんですけど、選手がどんないいプレーしてもシーンっていうのが、もうなんかその重圧感と孤独感に押しつぶされないで中継頑張るぞってみんなで戦ってた感じ。あと、まあ、使命感みたいなのもあるもんね。だってさ、見たくてしょうがない人が全国に山ほどいてさ、で、見たくてしょうがない人が、見てるとか、その、画面の向こうとかで見てたりするわけじゃんか。はい、そうですね、うん。なんか異様だよね、あの感じ。無観客ってちょっと異様だよね。そうですね、うん。あとは引っ越したら冷蔵庫が入んなかったんでしょ。そうなんです、ね、もう超重大ニュース。その口に火つけちゃった、ね、俺毎週聞いたからね一時期。引っ越して絶対大丈夫って言われてた冷蔵庫が入らないっつってそれ、うん、ずーっと絶対大丈夫って言われてたんですよ、絶対大丈夫ってっていう。どうしますっつってね、知らねえよってずっと外に置いとけずっとっつって。いや、そうだ、ね、じいさんがこうし、ね、するな俺ならっていうようにやってってもまた入んないんですよ次の週。ほんでどんどん買い替えて、ま、そう冷蔵庫3つ変えてしてんだけど、で今日届くんですよ一番ちっちゃいやつ。届く、ごめん、入りそうなの。何ヶ月前あれな、入んねえなって言い出したの。8月ですね。結構暑い時だよね。毎週伊集さんに聞いてもらって。で、なんとリサイズしてんだ今それ、これもう。そうなんだ、あの階段上がんないんですよね。そうそう、大変みたい。すーげえ大変、はい、最初のやつは寸法が入んなくて、はい、次は階段上がんなくてみたいな言ってたもんね。そうなんです、そうなんです。何台買うんだよ1年にさあ、皆さんからいただいたやつなんですけど、はい、あの1週間同じテーマでやると、木曜日に発表した時点ですぐ書いてくれる方もありがたいじゃないですか。はい。人のを聞いて、どさくさ紛れてすごいの来んのよ。うん、はい。何ですか？茨城県つくば市。はい。ラジオネーム、焼けぼっくりに火。ありがとうございます。ね、はい。昔焼けぼっくりだと思ってたよね。あの、松ぼっくりの焼けたやつを思い浮かべてたよ。実際はぼっくり、棒とか杭とかだから棒なんだよね。棒状の焚き火の中に突っ込んである棒。あ、棒？杭とかああいうやつが、もう火消えたかと思っても、はいはい、ふうふう吹くとボワってもう一回燃えるやつが、消えたと思った火がつくやつが、焼けぼっくりで。ああ、そうですか、うん。松ぼっくりの燃えたやつじゃないです。はい、で、はい。まあまあ、ラジオネームです。焼けぼっくりの火。はい、はい、はい。私は、はい、これ女性52歳。あ、はい。僕と一緒ぐらい。うん。私は賃貸物件に住んでいます。今年の9月、うん、隣の空き部屋に誰か引っ越してきたんだな、と思った翌日、うんうんうん、その人物が引っ越しの挨拶に来ました。はい。驚いたことに、その人物、うん、私が中学校から高校の時にお付き合いしていた彼でした。こんなドラマみたいなやつ本当にあんの？すごい。わあ。夫が出社中に、ご結婚なさってるわけですよ。あ、はいはい。夫が出社中に自宅でリモートワーク中の彼から聞いた話では、はい、一度結婚したものの離婚したとのこと。さあ、この彼について、はい、夫にはお隣に引っ越ししてきた人は元同級生とは話してる。これまでも以降もただの隣人は元同級生の関係でしょうが、はい、私にとっては超個人的重大ニュースです。うわぁ、秘密の重大ニュース。ねえねえ、逆の立場だったらどうする？あの、夫の元カノが
隣越してきてるっていう状況だったら、いや無理です、無理です、無理ですよ。でもさ、無理って言われてもさ、引っ越してくださいってわけもいかないしさ、君だって引っ越してきたばかりだから君も立ち退けないだろ。うん、どうしましょうかね。これどうすんのか、なんかさ、あんま隠し事したくないじゃん。隠し事したくないからさ、例えば自分の家の隣に元カノ越してたとするじゃん。はい、でいて、その僕の主義としては、はい、本当は神さんに、いや隣に引っ越してきた人、俺一時的だけど付き合ったことあんだよって言う、うんうん、言った方がいいと思う。後々きついから。そうですね。でも言ったことでもすごいきついよね。ずっと隣さんですもんね。でそうすると反射的に同級生なのまで言ったのは偉いっちゃ偉いと思うんだよ、なんかね。全部嘘つくよりはいいじゃんか、うんうん、でこれずっと抱える。でも後から言われると超きつくない？言わない方が優しさ？すごい迷惑。運命とかじゃないよ、これは迷惑だよ、これは。すごいよね。もうすごいです。そのさ、あの不動産屋さんも言ってよ。その人が物件探してる時に、こういろんな物件、今コンピューターで物件見んだからさ、隣元カノなんでこれやめときますかって言った方がいいよね。そうですよね。なんで漏れてんだよ、そのことずっと。これ大ニュース。いやーすごい大ニュースだね、うわー、俺ならどうするってなっちゃうよね。うん、言える、言うと、なんか言ったところでだって引っ越せないし、引っ越してとも言えないじゃんか。そうですよ、言わない方がいいのかな。なんか俺のこう解消のこうな懐のこう狭さみたいなものが出てる可能性もあるんで、ちょっと宛先をお願いします。そうですね、はい、メールの方は ij@tbs.co.jp までです。ファックスの方は 03-5562-0954 まで。また番組のホームページにあります投稿フォームやメール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマートからもお待ちしております。はい、今余計なことを言いそうになってすげえ汗かいてますけど、はい、おはがき封丁だった先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージを紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。はい、ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。ハローチューリー。自動車保険毎年なんとなく更新してるんじゃないですか。その保険料チューリッヒで節約できるかもしれません。自動車保険で節約？はい、チューリッヒにご契約いただいた方のアンケートによると、保険料が平均でおよそ24,000円節約できました。え？ 24,000円？例えばベンツにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間 32,740円。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりはもちろん無料。 0120-455-572 まで。アートを見る、アートを買う、アートと暮らす、日本最大級の国際的なアート見本市、 TBS ラジオ公演アートフェア東京2021。テーマはバイアート。国内外27都市より120以上のギャラリーが出展。古美術、工芸から近代、現代アートまでおよそ3000点。3月19日から21日まで、アート作品を見て、そして購入する3日間、東京国際フォーラムで開催。生活の中にいつもアートを。詳しくはアートフェア東京で検索。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時44分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。毎年クリスマスになるとアメリカとカナダが共同で人工衛星などの観測を行っている北米航空宇宙防衛司令部 NORAD という組織ではサンタクロースの現在地を追跡できるサイトを開設しています、うん、発端は1955年、アメリカのある大手スーパーが子供向けにサンタクロースへの直通電話を開設したのですが、この時誤って広告に掲載してしまったのがNORAD長官の直通の電話番号でした。
すると長官は次々とかかってきた間違い電話に対し、慌てることなく部下にレーダーでサンタの現在地を確認させ、子供たちに伝えたといいます、うん、これを機に追跡サービスが始まり、今ではサイトも開設されているということです。うちのおじいちゃん、うちのおじいちゃんはお酒を飲むと結構な感じになっちゃう人なんですけど、おへそぐらいまで白いあごひげの人で、近所の行動もがサンタと間違えんじゃんシーズンになる。あ、それで本当だ、サンタ暴れてるって思われちゃうのも困るんで、この時期お酒を飲むことを禁止されてましたね。だから急に歩いてきて子供から手紙もらったりとかしてたから、お願いだから近所の子供たちの夢を壊さないでくれっつって、人違いですよってちゃんと言いなさいと、本物はちゃんとあなたのところに来ますっていう話をちゃんとしなさいっつってやってましたよ。しんのすけしんのすけやってました。さあ、サンタさんからでなだけでなく、大切な人同士でもプレゼントを贈り合うクリスマス、何より嬉しいのはそこに込められた真心ですよね。伝えたい真心を華やかな香りに託して、年末年始のご挨拶に香水香花の花をどうぞ。お香と西洋の香水が出会い、明治に生まれた日本を代表する名香です。新しい春のときめきを大切なあの方に贈りたい。香水香花の花なら、あなたの真心きっと伝わりますよ。日本香堂からのお便りでした。さあ、2020年超個人的重大ニュース。はい。ラジオネーム借り上げするならユートピアさん、50歳男性の方。ありがとうございます。私の重大ニュース、重くて大きいニュースは、はい、へそくり100万円に達した。あら、たまりましたね。結婚して25年、毎日妻からもらう声援の中から数十円、うん、数百円ぐらいをコツ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 貯金箱に入れ、この夏とうとう100万円になりました。100万円貯まったらあれを買おう、これを買おうとずーっと考えてきましたが、いざ100万円貯まると使えない。わ、うん、かるわ、なんか100万円が99万円になったり、95万円になったりとかすると。確かに。なんかってなっちゃうか。うん、なんか減ってほしくないですよね、100切ってほしくない。いつまでできるか分かりませんが続けたいと思っていますというね、うん、すごい、なんか分かんないけどおめでとうございます。笹野隆です。この時期夢中ハガキをいただいて、うわー知らなかったなーって時、私は夢中見舞いのお線香を送ってます。人のご縁は大事ですからね。夢中ハガキが届いたら夢中見舞いに日本香堂のご神物用お線香。日本香堂。日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。関取花です。音声ガイドに特化したアプリケーションサービス耳たぶにて、関取花のどすこい散歩ラジオが配信中。神奈川出身の私関取花と、鎌倉に詳しいこと写真家の原田博史先生で、私のルーツである鎌倉をお散歩しながら歴史を学んでいく音声ガイド散歩です。ついに長谷寺に来ておりますね、はい、紙コップみたいなのがこう並んでて、はい、甘酒とか無料で配ってるのかなってこう煩悩の塊の食欲の塊の私思っちゃったんですけど、中見るとね、ろうそくになってる。飲めない。詳しいことは耳たぶっていうアプリでいろいろ聞けます。鎌倉のこといろいろ気軽に学べます。タブは数字の33とアルファベットの TAB と検索して、スマートフォンのアプリストアからダウンロード。時刻は8時49分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は訪問看護フェスティバルと、都庁展望室の休室および元旦会室の中止、そして都立庭園の臨時休園についてお知らせします。はじめは訪問看護フェスティバルのご案内です。東京都では都民の方や看護師などの方に訪問看護の実際や重要性、その魅力を PR し、在宅療養を支える訪問看護の理解促進と人材を確保するため訪問看護フェスティバルを開催しています。今年度はウェブ会議システム Zoom を使いオンラインで開催します。
日時は来年の1月23日土曜日の午後1時から3時までです。当日は訪問看護を基盤としたまちづくりと題した基調講演と公開質問会を行います。参加を希望される方は明日までに東京都看護協会のホームページからお申し込みください。定員は500人、参加費は無料です。詳しくは東京都看護協会電話 03-6300-5398 03-6300-5398 番までどうぞ。続いて都庁展望室の休室及び元旦会室の中止のご案内です。年末年始コロナ特別警報を踏まえ、都庁第一本庁舎45階の北展望室と南展望室は今日から来年の1月11日月曜日までの期間、終日休室します。また例年行われている元旦会室も中止とし、代わりに初日の出のオンライン配信を行います。日時は1月1日の午前6時40分から7時15分までの予定で、都庁展望室のホームページで初日の出の様子をご覧いただけます。展望室の再開は、南展望室が1月12日火曜日、北展望室は13日水曜日を予定しています。詳しくは土曜日曜祝日を除く日の午前10時から午後5時までの間に、展望室専用案内電話、電話 03-5320-7890、 03-5320-7890 番までどうぞ。代わって、都立庭園の臨時休園のご案内です。新型コロナウイルス感染症のさらなる感染拡大を防ぐため、都立の9つの庭園を臨時休園します。期間は今度の土曜日12月26日から来年の1月11日月曜日までです。なお今後の状況によっては期間が変更になる可能性があります。現在東京都では年末年始コロナ特別警報を発令中です。これからクリスマス、お正月と特別なシーズンを迎えますが、今年の年末年始は何よりも命の優先をお願いします。クリスマスやお正月は普段暮らしている家族だけでお家で過ごしてください。年末年始は家族でステイホーム。若い方も高齢の方も家族でステイホームをお願いします。静かな年末年始で命の大切さを考えていきましょう。皆さんのご協力をお願いします。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。借金の返済にお悩みの方へ、弁護士に債務整理を依頼すると払いすぎた利息で借金を減額したり、支払いに猶予を持たせることができます。苦しい返済生活を見直してみませんか？あなたの明るい未来のために、あなたにとってより良い解決方法がないか、弁護士と一緒に考えてみましょう。東京弁護士会所属弁護士法人アディーレ法律事務所では、借金や過払い金に関するご相談は何度でも無料です。まずは0120-316-742 債務なしにまでお電話を。ご存知ですか？筋肉のおよそ 70% は下半身についていると言われています。遠くまで歩くのが億劫、歩いていて人に抜かれることが多い気がするという方、これからは歩く力を維持していくことが大切です。おすすめは再瞬間製薬所の歩みのゼリー、根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特報ではなく機能性表示食品です。これからもしっかり歩きたいというあなたのための食べやすいゼリーです。歩みのゼリー、根の力。まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは0120-777-444 777-444最瞬間製薬所まで。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、
あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。河内薬品からのお知らせです。毎月最終金曜日からの3日間は河内ポイント10倍、あれもこれもお得なポイント10倍に。月末最終金曜日からの3日間はお近くの河内にご来店ください。阿波踊り。時刻は8時56分になりました。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、おはようございます。はい、おはようございます。圏央道の外回りは久喜白岡ジャンクションでの事故の処理は終わりました。外環自動車道外回りは川口東付近路肩にトラックが故障して止まっているため10キロを20分です。首都高速道路は横羽線の上り浅田付近右側で事故のため6キロ、小安からは45分です。神奈川県内では国道246号、秦野市長抜き宮前では乗用車とダンプカーの事故のため上下線で通行止めです。上りが2キロ、下りは5キロ半の渋滞です。警視庁から以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後9時21分頃にお伝えします。親の商売引き継ぐのほんと大変。土地はあってもお金ないんだよな。相手してもらえないでしょう。規模も小さいし。それでも大丈夫。聞いてみよう。事業を継ぐ方応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。鏡餅は佐藤。鏡餅もち佐藤のもちもち、食べたら潰して楽ポイポイ。鏡餅もち佐藤のもちもち、食べたらちぎって楽ポイポイ。カサタートも美味しい。佐藤の鏡餅は楽ポイ容器。ネギっこでした。光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分過ぎからは毎週ちょっとアレなレコードを紹介するアレコード。今日のアレコードコレクターは放送作家の中野俊成さんです。10時からのゲストコーナーには女優の上白石萌歌さんが登場。映画、ドラマ、舞台、そして歌手や声優活動など幅広い活躍のその原点からたっぷり伺います。10時40分頃からはおっちょこちょい話安田コレクション、お楽しみに。さあ、メッセージテーマ2020年超個人的重大ニュース。はい、ラジオネームドラミングワパーさん、50歳男性の方、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。私49歳にして、うん、今年です。はい。49歳です。うん。ナスを克服することができました。ナス。思い返せば、と言っても親から聞いた話ですが、幼少期にスーパーに陳列されていたナスのパックを掴んだ途端にワンワン泣き出して以来。ナスは食べず嫌いとなりました。それが今年は家庭菜園でナスを植える子、よく植えたね。そこまで食べなかったやつを、うんうん、せっかく実ったからと食べたところ、マーボナスのうまいのなんの、はい、こんなことならもっと早くに食べればよかった。私が思う以上に、もともとナス好きの神さんは、まあ、この人が、うん、多分植える権限があるんだろうね。こんなことならもっとご利用しときゃよかった、食卓に出しときゃよかったと言ってました。ナスのおかげでまた一つ世界が広がりました。おめでとうございます。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。
9時です。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。なんか頭の片隅に元彼とか元カノが、はい。隣にさ、別に越してくるってことはそら稀だけどさ、同じ職場にとかバイト先にとか、どうやらこの町に住んでるらしいとかぐらいまではあるじゃん。うんうんうん、なきにしもある。言う？いや、いやこれね、言わない方がいいような気になってきました。嘘ついてる感じもするし。そうなんですよ。ただ一個だけ安心材料があるんですよ。何ですか？元カノと言われる人がほぼいないっていう。伊集院、何困る？絶対怒るみたいな。すげえ人数いるから、僕は心配なんですみたいな空気出してんだよっていう。ちょっとね。さあ、切り替えます。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュースです。戸崎貴弘アナウンサーお願いします。はい、今日は6本のニュースをお伝えします。はじめに、新型コロナウイルスの新規感染者は昨日全国で2689人報告されました。重症者はおとといより17人増えて620人となり過去最多。また死者は48人報告され、累計で3000人を超えました。都道府県別では東京都が火曜日としては最も多い563人。このほか神奈川県で348人、千葉県で152人、兵庫県で190人、長崎県で26人と、いずれも過去最多を更新しています。西村経済再生担当大臣は、今日新型コロナウイルス感染症対策分科会を開き、新型コロナ特別措置法の改正の議論を始めると明らかにしました。政府の緊急事態宣言がなくても、都道府県知事の飲食店などに対する休業や営業時間の短縮の要請に一定の強制力を持たせることや、要請に応じた店舗への財政支援を法律に明記することなどを検討します。加藤官房長官は、イギリスで拡大する感染力が強い新型コロナウイルスの変異種をめぐり、イギリスに短期出張した後の14日間の待機を免除する措置の一時停止を含めて、水際対策を強化する考えを示しました。一方、加藤官房長官は、新型コロナの感染拡大を受けた緊急事態宣言の再発令については、政府としても現時点で宣言を発令する状況ではないと判断していると話し、慎重な姿勢を見せました。安倍前総理大臣の後援会が桜を見る会前日に主催した夕食会の費用を補填した問題で、東京地検特捜部がおととい行った安倍前総理に対する任意の事情聴取で、安倍前総理は補填の事実を知らなかったと説明したことが分かりました。特捜部は近く不起訴処分にする方針、方向です。一方、特捜部は政治資金規正法違反の罪で安倍前総理の後援会代表の公設第一秘書を略式起訴する方針を固めています。東京オリンピック・パラリンピックの開会式と閉会式について、大会組織委員会が企画・演出の検討体制を見直し、新たな全体の統括役にクリエイティブディレクターの佐々木博さんを起用する方針を固めました。これまで総合統括を務めた狂言師の野村萬斎さんは組織委員会のアドバイザーに就く方向で、二人は今日記者会見を開く予定です。おしまいに、愛知県西尾市議会の自民系会派議員14人が旅館で飲食を伴う懇親会を開いた問題で、会派の小林俊明会長らが昨日市役所で記者会見を行い謝罪しました。小林氏は新型コロナウイルス感染防止のため5人以上の会食を控えるよう政府が注意を促す中で懇親会を開いたことに関し、軽率な行動を取ったことを心からお詫びすると謝罪しました。以上ニュースをお伝えしました。
戸崎貴博アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア、家族がほっと一息つけるくつろぎの空間と彩りのある暮らし、あなたのお好みに合わせて豊富なコーディネートをご用意。モアカフェで一息を入れながらゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。いいものここから東京インテリア。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。 HB101 は 0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説はニュースデスク中村久人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。コロナの、亡くなった方の数とかも驚くんですけども、はい、そんな中で、看護師さんをやっぱこんなに離職されてたんですね。日本看護協会が、まあ、これまだ春頃のね、第一波の時の、看護師がどういう対応を取ったかっていう実態調査をしたと。まあ、その結果がこのほどまとまったんですけれども、その、環境の変化であったりとか、まあ、感染リスクなんかを考えて、看護師が離職した医療機関が 15.4% あったと。はい、で特にその感染症に対応している医療機関に限って言えば 21.3%。 だから5人に1人が離職してるということなんですよね。で、それよりもやっぱりその春先にもよく言われたことなんですけれども、差別とか偏見があったっていうのが 20.5%、はいはい、だからまあその看護師のね、その母親が看護師だったところの幼稚園の園児は来ないでくれって言われたりとかっていうね、そういう問題があった。まあ、最近でこそまあそういうことはないんですよっていうことは広がってきてるとはいえ、まあまだ完全になくなったわけじゃないということで、もう看護協会の方もこれをなんとかしなきゃっていうことあるわけですよね。で、それと同時にここに来てこの第3波でさらに疲弊してきちゃってるということもありますんで、まあどっかの知事さんはその何ていうかな、医療関係者の感謝を求めるために、手紙を年賀状を書きましょうなんて言ってるけども、だってわざわざ年賀状書いたからってこの人たちは助かるわけでも何でもないわけでね。で、確かに気持ち的にはね、励ましにはなるかもしれないけれども、もっときちんとそういう意味での金銭面での対応だったりとか、そういうことをきちんと十分やってあげてほしいなっていう気がしますよね。いや、なんかね、知事に言われることじゃないです。もちろん感謝してます。でいて、もしかしたらそれが折れそうな、その看護師さんたちの心を励ますのかもしれないんですけども、そういうことじゃないでしょって思いますね。で、もともとその看護師さんたちの環境って大変で、それに見合う、賃金をいただいてるのかとちょっと難しいみたいなところがある中で、こういうことが起こると、よりそうなりますよね。でいて、お金を払えばいいのかってことじゃないけれども、やっぱり、きちんとそこだけでも、しないと、もうなんか正義感とか、その、彼ら彼女たちの使命感みたいものだけに、寄りかかって耐えてくれっていうわけにはなかなかいかないですよね。まあ、こう本当その人数が増えれば自分たちの仕事も楽になるっていう部分って確かにそれあるんでしょうけれども、うん、その一晩ですぐ何十人とか何百人とかって看護師さんを増やすってことはできないわけですから、はいはいはい、そのために今、この段階でできることっていうのは、とりあえずはその金銭的な対応ぐらいしかないと思うんですよね。うん、ただその病院なんかも、その非常に、まあ、このコロナ患者を受け入れていると、その経営的に非常に、こうよろしくないっていうような状態のが増えてくると。まあ、今回その東京都もね、そういうための独自の、まあ、対策っていうのは打ち出しましたけれども、もっともっとそれをやっぱり拡充して、きちんと対応していかないと、この先本当心配になりますよね。そうですね。うん、さあ、そして、コロナ関連特措法を改正しましょうという、はい、ようやくっていう感じですよね。はいはい、これその春先に緊急事態宣言が出された時に、まあその各都道府県知事っていうのはいろんな飲食店であったりとか事業者に対して、自粛、まあ休業要請を出せると、まあこれはその緊急事態宣言に基づいてというふうなことだったんですが、出した時のその緊急事態宣言出して、まあ休業営業自粛要請っていうを出した時の支援ですよね。金銭的な支援っていうのは特措法に含まれてなかったんですよね。うん、だから今度はその休業や、その営業時間の時短なんかの要請をして、それに対してもきちんとお金を出しましょうと、支援しましょうということを法律にきちんと書き込もうと。
で、それと、一定的にですね、それを守らなかった時のために、罰則っていうのかな、そういうのも一応検討しましょうと。まあ、これ刑事罰っていうことじゃなくって、例えば歩行喫煙禁止で、区で2000円罰金とかってやってたりしますよね。まあ、そういう罰金というか過料ですよね。はい。まあ、そういうふうなものと同じような行政罰として与えるのはどうなんだろうということも検討すると。だから一応、本来だったら、その春先にあれだけ問題になったんだから、この間の臨時国会できちんとそういう議論をしておくべきだったのに、さっさと臨時国会終わっちゃったから。そうですね。うん。これ、こんだけ第3波でこれだけ言われてるのに、年明けの、それこそ通常国会でないとこの話ができなくなってくるっていうね。どん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 やっぱそういう意味では遅れてってるという気がしますよね。うん。で、あとやっぱり、なんかこういう異常事態の中で、なかなかこう、ずっと、これもそういう変な心理状態でみんな縛ってくれって言い出してるような状況ってあるじゃないですか。そういう時にできるこういう決まり事っていうのはかなり慎重にこの時以外疲れないようにしないと僕はちょっといけないような気がして。だから試験の制限、私の経験ですね、はいはい。試験の制限と、はい、それからその感染防止としての実効性がどれだけ、そのバランスよく取れるかと、はい、いうことが重要なんで、はい、だからこそ、うん、もう早めにやるべきことなんですよ。ですよね。なんかその辺のケアができてないと、やっぱり後によろしくないことになりかねないっていうのはあると思いますよね。さあ、そしてまた、まあ、コロナ関連と、そのイギリスの変異イシューが、まあ、ちょっと不安な情報をいっぱい出してきてます。これ、日本でもね、その11月1日にようやく、その、ま、経済を動かすっていうことも含めて、全世界対象にして、まあ、7日間以内の、短期出張に行った日本人、それからまあ日本人に永住資格を持ってる外国人ですよね。まあそういう人たちが、その短期出張で戻ってきた時に、14日間待機するっていうやつ、はい、これはもう免除しましょうと。もう始まってたんですね。いうのが11月1日から始まってたんですが、はいはい、それも一時停止するっていうことも含めて、まあ水際対策強化と。まあ今日多分記者会見で明らかにするんですけれども、もう今まででも、その確かに、14日間の待機免除しても、14日間は公共交通使わないでくださいとか、あるいはその現地7日間以内の短期出張行った時でもどういうところを訪問してどういう計画ですかっていう計画書も出してくださいというふうにやってたんですけれども、まあ、それも見直そうということですよね。で、ただやっぱりその新しいその変異種と言われる、もうコロナ、新型コロナが、まあイギリスで広がってるんで、ただこれも、まだ本当にそのワクチンは有効なのかどうなのかとか、本当に感染力が今7割強いとかって言われてますけれども、それが本当なのかどうかっていうのも全然これ分かってないという状況なんですよね。で、確かにそのインフルエンザなんかでも A 型と B 型があって、A 型にかかった後にまた B 型にかかったりすることってあったりするわけですよね。それと同じようなものなのか、まあこれやっぱりしばらくこれそういう意味でも結果出すのにかかるでしょうね。で、なんか、まあ、ちょっと表現がややこしくなるのは、なんかその、イギリスに短期出張した後、14日間待機っていうのが、もう、一旦外れてるっていうのを知らなかった人は、その、外れてる、その、免除することになってたのの一時停止だから、要するに、待機してもらうっていう方向ですよね。ですよね。さあ、そして大きいニュースです。安倍前総理、桜を見る会の、まあ、前夜祭、前日の、はい、もう用紙、お金を負担しましたというこの件ですけども、まあ、おととい、どうもその任意の事情聴取を安倍総理が受けていたと。で、その補填の事実を知らなかったというふうに、その任意聴取に、はい、答えたようで、うん、まあ、どうやらその安倍元前総理に関しては、不起訴処分というふうにして、うん、公設第一秘書が、まあ、略式起訴されるという方向で今最後の詰めを行っているということなんですよね。で、この政治資金収支報告書に不記載、まあ、記載しなかったという罪は、実はその政治資金、その規制法の法律で5年以下の禁錮か100万円以下の罰金というふうに定められてるんですね。はいはい、で、まあこれ、略式起訴になれば大体罰金刑ということが多いんで、まあそういう形になるんじゃないかと思うんですが、これ、その記載しなかった責任を負うっていうのは、政治団体の会計責任者っていうふうにされてるんですよ。うん、ですから、これは、安倍さんは、その、政治団体の役員でもなければ、会計責任者でもないんで、まあ、講演会のね。ということは、そういう意味でも、これ、罪に問われなくって、安倍さん自身が、そういう責任者に対して指示したりとか、こうやりますよっていうことを了承したっていうことを、検察側が
証拠付けっていうか、裏付けられないと罪に問えないと、うん。だからそういう意味では不起訴処分になるだろうということなんですが。ですが。ですが、果たして誰がみんながそういうふうなことって信じるんでしょうねっていうのってありますよね。うん、そうですね。あれだけ言われてて、散々パル追求して、本当にないんだろうなっていうようなことを、きちんとその秘書に対して言ったのか。それと、逆に言うと、そういう自分が使える政治家に対して使える秘書がその使えてる人間に対して嘘言ったわけですから、うん、だからお前なんてことやってくれたんだった、俺のメンツ丸つぶれだろと、お前なんかクビだとかっていう風な形で本来だったら全部やってるはずなのに、まあ、全部その口裏じゃ合わせてというのはちょっとそれは言い過ぎかもしれませんけれども、安倍さんにはそういうことは報告してなかったと秘書は言うし、安倍さんはそういうことは受けてなかったと言うしっていうね、まあ、言い方変えると、安倍さんはいい秘書を持ったっていう言い方になるのかもしれませんけども。いや、なんか、今日、久々さん、チクチク君のすごいよくわかる。本当にすごいよくわかるのは、なんか少なくともね、ただ嘘ついてたって話じゃちょっとなくて、この値段でやるのって異常でしょってあれだけに言われてるのに、うん、あんたたちもやりゃいいじゃないかぐらいのトーンだったじゃないですか。はい、できんだよっていう話をしてたし、で、それも周りの、その、与党の議員さんたちも、その、お金を補填してるんならまだしも、そういう証拠もないのに、イチャモンをつけているっていう空気を出してたじゃないですか。の結果、やっぱりやってましたは、知りませんでしたで、あんま済まない気がするのと、もう一個はなんかちょこちょここのどうやらこういう事実を説明してるらしいみたいなニュース出てきて我々読みますけど、こうやって、なんですか、観測気球みたいなもんですか。観測気球っていうよりも、まあ、要するに特捜はもうこれ以上そんなに捜査っていうかやったってできないよっていうことはある程度、まあばらしてるって言っておかしいですけども、うん、今までも例えばその小沢さんなんかが土地取引でやった時とか、小渕優子さんも不明朗な会計でやった時とかって今いろいろ問われてるけども、二人とも小沢さんなんか無罪になってるし、小渕さんなんか不起訴なんですよね、はい。だから政治家のところに行くのはそんなに簡単じゃないのよっていうことを、まあ検察側が言いたいっていうふうなことじゃないかなと思いますね。で、と同時に今の政権がもう桜の問題はもう安倍さんの時代で全部終わらせて、実際に今菅さんとこになってからもこのコロナ対策であったりとか、吉川元農水大臣の問題であったりとかいろいろあるんで、もうそっち側のとこにやっぱ専念したいっていうとおかしいですけども、選挙も控えてるんだしっていう、そういう思いがあるんでしょうね。いやでもちょっとこの件はね、あっさり終わらせるわけには僕はいかないと思いますね。はい、ということで伊佐さんどうもありがとうございました。どうも失礼しました。ありがとうございました。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、ポリヒロの高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、ほか各社の提供でお送りしました。ミュージカル俳優の井上芳雄です。僕が担当しています井上芳雄 by myself から生まれた初の配信ミュージカル箱の中のオルゲルを来年2021年1月17日日曜日午後7時から生配信します。番組でもおなじみの大貫雄一郎さんの音楽、ゲストには咲妃みゆさんを迎えてお届けします。完全オリジナルのミュージカルで、しかも生配信ということで、初めての体験をぜひ一緒に楽しみましょう。小貫さん、新曲もたくさんあるんですよね。全部新曲でいきますよ。うわ、本当ですか。もう完成してますか。泣かせます。え、泣かせます?泣かせます。泣かせます。で、完成は今のところ?泣かせます。うわっと、まだしてねえな、こいつ。その日までには完成しますので、お楽しみに。ミュージカルをまだ見たことがないという方や、なかなか劇場にお越しになれないという方にも届いてほしいという思いを込めてお送りします。オリジナル配信ミュージカル、箱の中のオルゲル。生配信をぜひご覧ください。泣かせます。ただいまチケット販売中です。詳しくは TBS ラジオのイベントページをご覧ください。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の染井明子さん、お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。この時間関東地方は雲一つない青空が広がっています。今朝も関東北部や関東南部の内陸では氷点下となりましたが、それでも昨日までと比べると少しだけ冷え込みが和らいでいます。今日は日中の気温も昨日より2度くらい高くなります。最高気温は12度から14度くらいの予想です。
今日はこのまま晴れて、そしてこの時期としては暖かい。さらに風も弱いので洗濯日和です。窓を開けての掃除もおすすめです。ただ今日も空気の乾燥には注意が必要です。東京は今日で丸1週間乾燥注意報がずっと出続けていることになります。火の元には十分ご注意ください。明日は朝と昼は晴れますが、夜は雨が降りそうです。ただ明日は南風で夜もそれほど冷えないので、雨が雪に変わることはなさそうです。明後日クリスマスはすっきりと晴れるでしょう。以上です。ありがとうございました。気象予報士の染井明子さんでした。山崎新春スポーツスペシャルニューイヤー駅伝2021。からっ風吹き抜ける群馬県で100キロを駆け抜ける駅伝最高峰の大会ニューイヤー駅伝。解説は DeNA ランニングクラブ監督の国近智昭さん。実況私土井俊之で完全実況生中継。元日朝8時半からお聞き逃しなく。時刻は9時20分です。ここでチューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速道路の下りは大和トンネルで9キロ、上りは東京インターで5キロ、中央道上りは高井戸で6キロを20分です。外環自動車道外回りは川口東付近、故障車のため2キロ半、千葉の京葉道路下りは貝塚で9キロ混んでいます。首都高速道路は中央環状線の内回り、西池袋付近で事故のため、この渋滞は大王子北付近からつながっています。この影響もあり、5号線の上りは熊野町ジャンクションで10キロ、戸田南から1時間10分です。また、横羽線の上り、浅田付近事故の処理が続いています。渋滞は5キロ、小安から通過には今1時間近くかかっています。神奈川県内では秦野市内の国道246号、長抜き宮前では事故のため両方向通行止めです。警視庁から以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は9時52分頃にお伝えします。ハロー、チューリッヒ。自動車保険、見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-455-572-455-572 まで。ラジオを聞きの皆さん、最近体力の衰えを感じることはありませんか？筋肉は年齢とともに徐々に衰えていくんです。特に下半身の筋肉は上半身に比べて3倍衰えが早いとも言われています。いつまでも元気に暮らすため、足の筋力を使ってしっかり自分の足で歩きたい。そこで、再春館製薬所の歩みのゼリー。ブラックジンジャー由来、ポリメトキシフラボンが含まれて、この成分が年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されているんです。特保ではなく、機能性表示食品です。歩みのゼリー。無料お試し3本セットのお問い合わせは、0120-777-444、777-444。最瞬間制約書まで。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、今日は梱包用品大特価の日、 10% オフ。工場の味方、モノタロウで検索。厄年にはぜひ厄除け、方位除けをしましょう。新しい年の厄除け、方位除けは関東の三大師、佐野厄除け大師、佐野厄除け大師へどうぞ。JR 両毛線佐野駅下車、東武電車佐野市駅下車、東北自動車道佐野インターから10分です。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくはTBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、他各社の提供でお送りします。
伊集院光とラジオとあれとあれなレコードあれコード。さあ時刻は9時25分になろうとしております、あれコードのコーナーです。本日のあれコードコレクターは放送作家の中野俊成さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ年末年始の特番もあるので相当忙しい時期なんですけども、はい、ありがとうございます。忙しい最中に、はい、最中にですね中野さんの著書本が出まして、はい、もう一昨日出てるんですよね。そうです、月曜日出ました。タイトルが、ジャケ買いしてしまったストリーミング時代に反逆する前代未聞のジャズガイド。これ中野さんとしたらどういう本ですかこれ。これはですね、あのジャズジャパンっていうあの月刊誌がありまして、そこであの僕あの10年前からもう、連載をしてるんですけど、でジャズってなんかこう敷居の高いっていうなんかイメージがあるじゃないですか。はい、あります。でまあいろんな人にまあ敷まあとりあえず聞いてみてもらおうかなと思った時に、ジャケ買いっていうのが一番こうあの低いあのハードルなんじゃないかと思って。なるほど。だって分かんないから、どれ手つけていいか分かんないから、はい、ジャケットがなんか着てんじゃんっていうやつ買うしかないよと。はいはいで、あの、お店なんかも、食べ物のお店なんかも、この店良さそうじゃんって入るじゃないですか。はい。で、食べてみて失敗したっていうのがあるかもしれない。もうあれば、うまかったもあれば。要は、それと同じような感じで、ジャケットから買ってもらって、失敗しても成功しても、まあ、それは経験となって、ジャズを聞いたことになるんじゃないかなと思って、はい。始めてます。で、この5本ですね、もう一回タイトル言いますね。はい、まあ、ジャケ買いしてしまったを言ってもらうとわかると思うんですが、発売中です。税込みで、2500円なんですけども、はい、これね、もうね、想定がすげえかっこいいんですよ。はい、僕、推薦文書かせてもらいました。はい、ありがとうございました。あ、帯を。はい。この本をジャケ買いしろという。もう、非常に正しい感じですね。内容も本当に、はい、あの、面白くて、なんかいいのはずっとこうやって集めてきたものを振り返ると、はい、なんか中野さんは何が好き、何が面白いのツボなのみたいなのもちょっと入ってくる気がして。ね、はい。あの、自分で自分の文章に気づかされるっていうかね、そんな感じがありました。まとめてみて。ぜひぜひっていう、はい。ぜひお願いします。さあ、そして、なんと、プレゼントを、はい、このご著書のプレゼントを出してくれるということで、はい、3名様いただいてよろしいですか。はい。ありがとうございます。もう太っ腹ですから。おー、はい、はい。いつもの、じゃあもう番組のメールアドレスですね。メールアドレスわかる、はい。ij@tbs.co.jp まで、中野さんの本欲しいよと、はい、送ってください。はい。はい、じゃあ、番組の最後にもう言えるかな。だから必要事項っていうのは、住所、氏名、年齢、電話番号とお名前と、どんだけ欲しいか書いていただいて、じゃあ番組のエンディングには発表しますので、はい、当たった人は SNS で書き込むっていうことは、決めにしてください。なるほど、なるほど。素晴らしい本をいただいたよっつって。もうこれはあって、ね、読まなくてもこれは素晴らしいと。じゃあ、SNS ない人は、はい、持って歩いてもらうとどうですか。そうです、ね。小脇に抱えてくれっていうブックカバーをつけずにっていう。電車で1ヶ月間読むっていう。なるほど。どんどんハードル上がっとるわけね。さあ、ということで、そんな中今日、今日のレコードは、ね、はい、意味不明な歌特集。はい。で、これ聞くと、リスナーの方は、いつも意味不明だよ。そうね。ね、結構出るよって思われるかもしれませんが、本当にすごいです。さらにですか？はい、大混乱するやつばっかりなんで、はい、1曲目お願いします。アラジンスペシャルで、頑張れジャイアンツです。普通のタイトルでしょ？うん、ジャイアンツの応援歌じゃないんですか？ね、闘魂込めてみたいなのを思い浮かべるでしょ？はいはい、うん。これはなんかもうアレコードの原点ですよね、なんかね。そうなんですよ。だからアレコード業界的には、もうすごくベタな曲で、はい、例えば赤いスイートピーって名曲でしょって、わざわざ言ってるみたいな、気恥ずかしさがあるんですよ。ほら、これってアレコードですよっていうのってなんかまあアレコードコレクターとしてはちょっとまあ照れくさいんですけど、まあ一応はまあ定番、まあ、年末だし、定番も押さえとこうかなって。そうなんです、これ大事なことで、はい、要所要所でかけとかないと、みんな知ってるよねってなっちゃうことが、はい、その、新規アレコード好きを阻害することになるから、そうですね、あのね、頑張れジャイアンツ、本当に意味わかんないんで、その意味わからなさをまずたっぷり、喰らいやがれということで。それでは、アラジンスペシャルで、頑張れジャイアンツ。
思議なランプ、恋の炎に火をつけて、大きく大きく大きくなれ、大きくなって天まで昇れ、ランプランプ不思議なランプ、私の体に火をつけて、あなたは今何を考えているの？いや別に。嘘。誰か好きな人のことを考えている。許してくれ。僕が考えていたのは1番柴田、2番は黒江、王3番長島、4番5番末継、6番高田、土井7番8番88。1番柴田、2番は黒江、王3番長島、4番5番末継、6番高田、土井7番8番88、うん、頑張れ頑張れジャイアンツ、頑張れ僕のジャイアンツ、頑張れ頑張れジャイアンツ、頑張れ頑張れジャイアンツ、頑張れ僕のジャイアンツ、頑張れ頑張れジャイアンツ。チーチクイチーチクイチチクイチクイ、やんわりじわじわ満ちるのさ、あいつのことなど忘れちまって、ラブ酒を一本あげようか。チーチクイチーチクイチチクリチクリ、寂しさ悲しみ一人だけ、時の流れに背中を向けて、そんな柄じゃないけれど、ミミズが一匹、ミミズが二匹、ミミズが三匹、ミミズが四匹、ミミズが五匹、ミミズが六匹、ミミズが七匹、ミミズが八匹、ミミズが百匹、ミミズが200、ミミズが300、ミミズが The Lone Ranger。The Lone Ranger Rides Again。 キャターンってしてますね。終わり、今終わり、今終わりました、ね、これが終わり、はい、でもう一回曲名言ってください。頑張れジャイアンツ。これなんかこういう変わったレコードにアンテナ立つとみんな吸い寄せられるようにこれを発見するんですよね、はい、これ絶対アレコードコレクターに絶対みんな持ってますから、これ家に置いてありますから。なぜか、うん、で照れくさいのであんまり聞かないような奥の方に置いてありますから。で僕もうこれ多分十何年前かぐらいに一回取り上げて、あ、そうですか、俺のレストランは忘れちゃってたんですけど、これもうフルコーラス覚えてます。こっちは覚えて、はい。さあ続いて意味不明な歌2曲目なんですが、歌手名とタイトルお願いします。はい。ゆうのすけ、伊藤ゆうのすけで、四角い箱です。四角い。で、箱はね、箱立ての箱なんですけども、はい、これ、なんていうんですかね、購入した頃とか、そういうことなんか、わかんなくなっちゃってるって言ってましたね。これ、今回、アレコードを選曲してるときに、そのボックスがあるんですけど、はい、その中に入ってたんですよね。いつの間にか。いつの間にか。買った記憶が全くないですね。で、なんか、アレコード箱みたいな中に、あるんですよね、それが。はい。僕の家にあるんですけど。買った記憶も、それ、なんとか、選んでそこに入れた記憶もないのにあるっていう。で、これなんだと思って聞いてみたら、ちゃんとアレコードだったんで。ちゃんと。てかね、これはね、名曲とも言える、何かね、いろんな世界が浮かぶ謎の歌で、ちょっと歌ってる人とかの細かいプロフィール抜きで、皆さんこの曲どう聞こえますってことだと思うんですが、四角い箱、箱は箱立ての箱、箱です、なぜか、伊藤祐之助、四角い箱。
と働いたけど、結局四角い箱の中、日がない一日働いたけど、結局四角い箱の中、他人のためにと働いたけど、結局四角い箱の中。自分の道だと働いたけど、結局四角い箱の中。道もまたあるかもしれません。そんなものかもしれませんよ。そう、時を待つっていうことも大事なことなんじゃないかな。慌てちゃいけない。慌てたからって何一つ得なことはありゃしません。自分らしくゆっくりとね。もう一度始めるつもりでいるんだ。同じ四角い箱の中、人の言葉につまずいたのも、結局四角い箱の中。明日があるから生きてもいけるさ。ところでちょっと機材トラブルですね。なんとかならないかな。いや、この歌ね、一番最後の一行が実はすごいのに、今ちょうど CD トラブルで、それこそアナログレコードから慎重にデータを起こしてかけてるんですけど、はい、この歌ね、これだけ聞いてるとね、実はものすごく、なんて骨壺の入った箱とか棺桶の感じすごいするんだけど、はいはい、最後、はい、這い出せ四角い箱の中で終わるんだよね。はい、そうなんですよ。この、だから、そうなっちゃうと、あれ、俺たちの思ってた解釈もちょっと違うってなって、で、この四角い箱の中野さん解釈ってどんな感じですか？これ、四角い箱の箱が、当館するの、箱立ての箱なんです。箱立ての箱。で、これって普通の竹冠の箱と、意味、何が違うんだろうと思ったら、で、鎧とか、ちょっと硬い、丈夫な、ものを、表してる、うん、そういうニュアンスがあるみたいなんですけど、それの中に入っていくっていうことは、これは牢屋とか、うん、僕はなんか思ったんですけど、でさらに、この伊藤雄之助さんっていうのは、もちろん知る人ぞ知るっていうか、うん、映画ファンなら誰でも知ってる、テレビドラマファンの人は知ってる、なんていうか、名脇役、超名脇役で、
それこそウィキペディアに出てる出演作なんか、こう、じゃ数えきれないぐらい、いろんな役をテレビで出てて、うん、そうすると転じて、テレビってことなんじゃないかと思ったりする。なるほど。俺なんかもっとすごいなと思ったりして。なるほど。なんかあと、なんか声の良さと、うん、声の演技力の凄さみたいなものとか味とかで、ちょっと続々ってするんですけどね。映画から始まって、当時ってテレビに出ることってちょっと下げすまれたとか、ね、時代があったかな。そうそう。電気紙芝居なんて言われて、そういうことかもしれないですね。なのかなと思ったりとかして。さあ、ちょっとその辺の補修が難しいラスト聞きたいんだけどもね、ちょっと検討してもらいながら次の曲いきたいと思います。はい、今日3曲目のあれこうですけど本当わかんないですけど、歌手名とタイトルお願いします。宮原治で茶碗蒸しの歌で、これも表記がラジオで伝わった表記がすごいですね。はいはい、茶碗に昆虫の方の虫です。え、そうです。で、茶碗蒸しの歌なんですが、はあ、宮原治さんはもうアレコードではおなじみです。あのです。石井温度でおなじみの、うん、宮原治さん。もしくはディスコ焼酎ドンパンでおなじみの、宮原治さんなんですけど。はい、まあ、あのね、まず聞くと、もう意味わかんです。うん、はい。なんとなく途中入ってきたりとか出てったりとかすると意味わかんないことがいっぱいあるんですけど、はあ、なんか調べてみたら鹿児島の民謡で、鹿児島では超メジャーな曲誰でも歌えますよ。あ、そうなんですか。僕の友人の、鹿児島出身の人に聞いたら、合唱コンクールでこれを歌うらしいですね。だから、ダーリンズの小田くんと、はい、歌手の西田愛ちゃん。はい、あと、うちのマネージャーの今村、鹿児島出身者は、子供の頃から歌いますけどって言ってるんですけど。俺らからしたらもう謎の歌です。謎ですよ。はい、じゃあ、宮原治、茶碗蒸しの歌。もこらいけなもんだ、あたいがどん茶碗なんだ、日に日に三度もあるもんせばきれいなもんごわんさ。茶碗にひっちた虫じゃろかい、めごなどけ歩く虫じゃろかい、ほう逃げ猫じゃわっはっは。大家さんと大家さんな、いさかいばっか試合どんか、大家さんな大家さんにほのおじじゃっけな。いろはにほへとははひふへほ、はひふへぱぴぷぺまみむめも、ラリールレロレロわっはっは、ガギーグゲゴゲゴわっはっは。サジョもはよけけけ、べおけけけおけけはよけけけ、ププポパプパプはよけけ。歯の中話し音女が話しかご持ってきせ、三軒どないの話ばっさと話がはずで、話が暮らしかち話な、話を話そち話な、話し山さめ話しちゃった、めでためでたでわっはっは。まあ、めでたいんだってことは分かりましたよね。そうですね、最終的に最後はね。でもほぼほぼ何も分からないんで実はこんなことしてみました。はい、西田愛ちゃんに歌ってもらって、うん、ダーリンズの小田くんに歌詞を標準語訳してもらって、はあ、で、パーマ大佐に、メロディーを弾いてもらって、標準語バージョン、これで意味がわかるはずなので、西田愛歌です。伴奏コーラスパーマ大佐で、茶碗蒸しの歌、標準語バージョン、こちらです。まったくそれはどんなものですか？
が私のうちの茶碗。一日三度も洗っているから綺麗なものですよ。茶碗にひっつく虫ですか、カゴにたかる虫ですか、本当に恥ずかしわはは。誰かさんと誰かさんは喧嘩ばっかりしてるけど、誰かさんは誰かさんにほの字だもんな。いろはにほへとははひふへほ、ハヒフヘパピプペマミムメモ、ラリールレロレロワッハッハ、ガギーグゲゴゲゴワッハッハ。うんぱぱうんぱ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 、すっちゃかちゃかちゃかはやせば歌も弾むツツツ。上浜のほらがいいが、プップポパープなってるな、会を買いに来いとなってるな、会を買いに来い来い来い。ジンベさんもケサさんも早く来い、具を買いに会を買いに早く来い、プップーポパプパプ早く来い。歯のない話じいさんが目白かごを持って聞いて、三軒隣の話ばさんと話が弾む。目白がかわいそうと話して、目白を逃がそうって話して、目白を山へ逃がしてやった。めでたしめでたしわっはっは。結果より訳がわからなくなるという。わかんない。意味は分かりましたよ。あ、そうですね。意味は分かりましたけど、なんでかはよく分からないです。理由も分からない。これを歌詞にして歌う必要がね、なんかよく分かんないです、ね。でもなんか鹿児島では実は数バージョンあるらしいです。なんかあの、それこそダーリンズの小田くんとかは、2番は俺が聞いたのと違うって言ってたりとかするんで、もしかしたらアレコードも亜種が結構ある可能性が。アルプス1万弱のようでもあり。そう、ちょっと似てますね。さあ、今日は意味不明ゾーンに入った上にですね、我々の機材が意味不明のトラブルを犯しまして、またちょっとこれエンディングでかけられれば、またちょっとそれ最後のとこ聞いてもらおうと思ってるんですが、最後に一つ告知をさせてください。来週のお知らせです。来週12月30日のアレコードのコーナーは、2020年怪しく輝く日本アレコード大賞を、決定発表いたします。おー、だんだんバルバル。はい。夜に本家がありますけどね。夜にあります。同じ日ですね。もうこっち、もうこっち本家つっちゃいますから、俺。ですけど、今年オンエアした全楽曲の中から流行るアレコード大賞を皆様からの投票で決めます。すでに番組のホームページに今年オンエアした曲を全部掲載しておりまして、投票フォームへのリンクもあります。リストを見て投稿フォームに曲名を記入して、アレコード大賞にご投票ください。あとはメールに曲名をとか、あとぼんやりした情報を書いて、送っていただいても構いません。メールの場合は件名にアレコード大賞、本文に曲名を書いて ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、に、送ってください。これね、ずっと未定だったんですけれども、はい、あの先に皆さんからリクエストが届いちゃうっていう。じゃあやるなっつって結果しましたね。12月30日のアレコード大賞、投票した上に聞いていただけるとありがたいです。ということで、中野さん、今年もありがとうございました。ありがとうございました。ケーズ電気。マルコはなんで現金値引きが好きなんじゃ。後から使えるポイントよりその場で安くなる方がいいじゃん。しっかりしとるの。お得なことには目ざといマルコであった。みんな大好き新製品が安い。ケーズ電気。ケーズ電気に行かなくちゃ。ユーレクユーレク大勢ユーレクユーレクユーレク大勢ユーレク。伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、ほか各社の提供でお送りしました。
この年になると保険料が心配で。満80歳までお申し込みいただける財布に優しい医療保険なら、入院1日あたり最高1万円を最長60日まで保証します。 0120-676-626 FWD 富士生命まで。浅田真央さんも愛用しているエアウィーヴがふるさと納税でもらえます。肩腰に優しいマットレス、首にフィットする枕、座り疲れを軽減するクッション、しかもカバーも中も全部洗えてずっと清潔。詳しくはふるさと納税エアウィーヴで検索。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、7代目自転車名人の私石井正則と引田聡が番組のハンドリングを務めます。健康や美容にもってこい、手軽で経済的、何より乗ってて楽しい、そんな自転車を身近に感じていただくひととき、日曜夜6時30分から。ジージー早く早く。お孫さんがいると予定がいっぱいになりませんか？送り迎えや卒業式など学校行事、公園で遊んだり休みはちょっと遠出したり、でもお孫さんをいろんなところに連れて行くにはあなたが元気に歩けなければいけません。最近孫についていくのが大変なんですよ。そこで最春感性薬所の歩みのゼリー、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンという成分が含まれており、この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより中高年の方の歩く力を維持することが報告されているんです。特保ではなく機能性表示食品です。おお、試してみようかな。お孫さんとの時間を大切にしたい方、まずは歩みのゼリー無料の3本セットをお試しください。 0120-777-444 777-444 最春感性薬所まで。しっかり遺言してますか？高橋秀樹です。大切な資産を大切な人に残すために必要な遺言書。うっかりできないことだから、しっかり遺言 .com。朝日信託がお届けします。詳しくは、しっかり遺言で検索してください。時刻は9時52分です。TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい。東名高速道路の下りは大和トンネルで7キロ、上りは東京インターで4キロ、中央道上りは高井戸で4キロです。外環自動車道外回りは川口西で7キロ、その先の川口東の故障車は移動しました。首都高速道路は中央環状線の内回り、西池袋では事故のため王子北付近から渋滞がつながっています。このため5号線の上りは熊野町ジャンクションで11キロ、戸田南から1時間35分です。このほか都心環状線の内回りは三宅坂で故障車が止まっているため4キロ、横羽線の上り浅田の事故の処理終わりました。神奈川では国道246号、秦野市、長抜き宮前で事故の処理続いているため両方向通行止めです。このほか国道246号上り厚木市妻田向こう市場で、再建分のため3キロです。以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時25分頃にお伝えします。ジャパンハートは医師吉岡秀人が創設した国際医療 NGO です。すべての人が医療を受けるべきなんです。一番格差があってはいけないのは医療だ。救いたいのは彼らの人生なんです。ジャパンハート。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。バイクを高く売るならバイク王、10人中9人が査定スタッフの対応に満足。ええ、 CB400 スーパーフォア2019年式が82万円で売れました。なるほど、バイク王なら高価買取。 0120-50-8190 ドーバイク王。楽天モバイル、米倉涼子です。楽天モバイルにする人どんどん増えてます。だって楽天回線エリアなら高速通信でデータ使い放題、 4G も 5G も使えて料金そのまま月2980円、しかも最初の1年は無料なの。さああなたも楽天モバイルで検索。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で。ご相談は千代田セレモニーまで。
いざというとき、あなたのそばに。TBS ラジオ一員光とラジオと、この後10時から女優の上白石萌歌さんをスタジオにお迎えします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは2020年超個人的重大ニュース。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から厳選した小豆と甘栗をふんだんに使用した栗かのこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋羊羹、北海道産牛乳を使用したくず練りミルクと、ぜんざいに一口タイプの羊羹が入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンに、フルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の富士屋デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。さあ、重大ニュースですが、ラジオネーム鶴亀さん、63歳の方です。ありがとうございます。手品を見せる喫茶店に初めて行った。あるよね、今手品バーとか手品カフェとかね、できてきてるよね。いくつかは、あ、なるほど、これは手品だと予測できますが、わけがわからないものも多数で驚くばかりでした。お客さんから預かったシリアルナンバーを控えた、番号を控えた千円札を生卵から出す。あー、すごそうだね。わけがわかりません。いや、あのね、あのテレビで見るのと全然違うのよ。手品バー行って目の前でテーブルで、まあ、自分もしくは 4,5 人向けに手品やってもらうと、はい、なんていうのかな、本能がびっくりしちゃう。だテレビっていうもんなんか収まっちゃうと、そういうテレビショーなんだけど、目の前で例えばよくあるコインが消える手品とかも、はい、わわ物が消えたっていう感じすごいから、へー、いや、いいですよね。最近行ってないな。札幌のマテリアルさん、53歳、ありがとうございます。2020年個人的ベストバイの、ベストバイのムーとムー一族の DVD ボックスの話で山崎賞をいただき、一昨日届きました。それが重大ニュースっていう。私買いましたよ。でいても今ムー見てますよ。めちゃめちゃハマってますよ。こんなに盛りだくさんとは、盛りだくさんとは聞いていましたが、届いたら重くてずっしりして、うん、和菓子セットと洋菓子セットそれぞれの箱が B4 サイズぐらいで、そうそう、まあ、すごいと、うんうん、でまだ実はきちんと開けて手つけてないんだけど、はい、あの番組ステッカーも嬉しかったですって書いていただいて、嬉しい。俺ら実際食べたことないよね。そう、一回最初の頃に一回見せてもらって、うんうん、これで気がついたスタッフがみんな食べてたって覚えてますけども、ね、でもなんかこうやって丁寧に喜びの声みたいなの送ってもらうと、なんかちょっと嬉しいですね。ね、うん、いや、ムーの今ね、そのまだムー一族に入ってないんですけど、ムーが面白くて、はい、なんかキキキリンさんの演技の化け物じみたところとか、あとね、岸本佳代子さんが16とか10代でデビューしてんだけど、はい、超可愛い。へー、俺追っかけしようかと思ってるもん今。あんまり可愛くて、すっごい可愛いの。そうですか。どうも、いいもん教えてもらいました。ありがとうございました。みんなの願いを乗せて、今年もクリスマスがやってきます。このひとときが大切な思い出になりますように。山崎のクリスマスケーキ、山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。高橋秀樹です。大切な遺言書のことなら、朝日信託のしっかり遺言 .com、 しっかり遺言が10時をお知らせします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、上白石萌歌と、おはようございます。今日は伊集院さんに初めて、お会いします。伊集院さんのイメージはすごく
こう博愛にあふれた方というか、すごくお話ししていてためになることが多そうな方だなというイメージがあります。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。そうなんですよ、博愛が溢れちゃってんすよねそこ気づかれちゃうとちょっと照れくさいんですけども、うん、でもすごいなと思ったのは、はい、なんかあの僕は新しく出てくる女優さんたちのことあんま詳しくないのでおなじみの僕じゃないですか。ここへ聞いたら顔がきちんと浮かぶ。なんかそれが、あ、俺そんなに俺の中に染み込んでいるんだっていう感じしましたね。はい、義母娘俺見てたから。はい、義母と娘のブルース。義母と娘のね、ドラマブルース見てたからそのイメージなんですけど、はい、今日のゲストは女優の上白石萌歌さん。で、スタッフがざわめき出したのは、鹿児島のご出身なんだよね。茶碗蒸しの歌知ってんのかな？あれ、コードをもしかしたら歌ってた？年代によって違うのかな？あ、そうですよね。ねえ、ちょっとその辺お聞きする？お聞きするかどうかはちょっとお会いしてから決めますけども。上白石萌歌さん、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい、知りたい、食べたい、金福明太パーク。出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、上白石萌歌さんは2000年生まれ、鹿児島県出身の20歳。2011年、東宝シンデレラオーディションにて史上最年少の10歳でグランプリを受賞。以来ミュージカル赤毛のアンやドラマ義母と娘のブルース、イダテンなど数々の話題作に出演し、映画羊と鋼の森では、おととし日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。またアデューのアーティスト名で歌手活動も行っています。そして今週金曜日には声の出演をしている劇場版ポケットモンスターココが公開される、女優の上白石萌歌さんが本日のゲストです。ということでゲストです、女優の上白石萌歌さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こうやってお迎えして最初の質問それかよってことになるんですけど、はい、茶碗蒸しの歌ってご存知ですか？存じ上げてます。そうだ、そんなにメジャーなの？そうなんです。だからあのさっき聞いててラジオを、うん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 、わーっと思って、うん、口ずさんでましたし。そう、あの、ね、うん、なんか、もはや全国区の歌じゃないんだっていう驚きの方が私は強いというか何を珍しがってんのみんなみたいな感じでしょ。そうです、ね、多分マネージャーさんにこれ知らないですかって聞いちゃったぐらい、うん、メジャーすぎてメジャーすぎてってすごいな。そういうもんなん だ。うちの番組のリポーターの若手の笑いの子も歌手の子もなんかそのいつ覚えたかもわかんないぐらい、このずっと鹿児島じゃ馴染んでますよみたいな。そうですね、もう国歌と同じぐらい体に染みてるというか。おーいね、すごいレベルなんだ。そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あとは僕のプレッシャーはどうしても、はい、そのお姉ちゃんと名前を間違えて呼んだりしたらどうしようっていう、それ失礼すぎるぞみたいなプレッシャーに今、負けそうです。今大丈夫です、親も間違えますたまに。つけといて、はい、つけといての。大丈夫です。まあちょっとゆっくりとこの今までの足取りみたいなことを聞きたいんですけど、はい、まずこの世界に入るきっかけなんですか？きっかけは、2011年、私が小学校5年生ぐらいの時に、うん、東宝シンデレラオーディションというオーディションを受けて、うんうん、この世界に入りました。へー。ちっちゃい時から、その女優さんなり、こう、出る人にはなりたかったんですか？いえ、
まあ、姉はすごくお芝居が好きで、もともと舞台女優になりたいって言ってたんですけど、私は姉とは結構対照的で、人見知りだし、うん、人前で話せない、挨拶もできないっていう子供だったんですけど、でも歌とかお芝居をすることは好きで、うん、姉だけ最初このオーディションを受けるつもりだったんですけど、何応募要項を見たら10歳からって書いてあったので、うん、あ、じゃあモカも受けるかみたいな感じで、お姉ちゃんについていくようにオーディションを受けました。え、その時お姉ちゃんどんな感じなの？いいんじゃないの、一緒に受けようよみたいな。そうだよ、だってお姉ちゃんいくつ上なのかな。お姉ちゃん二つ上です。ってことはお姉ちゃんなりに多分不安だと思うんだ、こういうの受けたりとか出たりするの。そこに妹来てくれるなら、ね、いや来てくれるのは多分、ああ確かに、私も心強かったですし、多分姉も二人だからっていうのはすごく心強かったんじゃないかなと思いますね。で結果グランプリ取るわけじゃんか。そうですね、ありがたいことに。でもすごいです。でもこうやってゲストに来ていただいた方で、そういうもう最初からバリバリ女優さんになりたいっていう人ももちろんいるんだけども、うんうんうん、なんかちょっとついでとか言い方悪いけど、なんかわかんないけど、その時の空気みたいなもので巻き込まれていくんだけど、うんうん、そこから頭角を現してくる人もまあまあ多くて。そうですね。そうすると、自覚みたいなものはいつ頃から出てくるの？私は女優だとか、私は出る人なんだみたいな。もう本当にここ3、4年ぐらいの話かもしれないです。やっぱり幼かったので、お仕事を始めた頃は、小学生とかの頃は本当に、まあ、習い事のような感覚の時もありましたし、この仕事をするっていう覚悟とか責任をぐっと持ち始めたのは本当にここ最近の話だと思います。小5で鹿児島から東京来て、はい、なんとか2段階、鹿児島から東京出てくんでも結構な環境じゃん。そうですね。でしかもそこで芸能の仕事、大人に囲まれる仕事ってものすごい環境変化でしょ。確かに。でも私3年間メキシコで暮らしていたことがありまして、変なの出てきたね。そのメキシコいたの、茶碗蒸しの歌の途中にメキシコあるの。親御さんの転勤とかでですか。そうです、父親が教師をしていまして、うんうん、なんで環境の変化っていうことに関しては結構慣れてはいたんですけど、今すごい恥ずかしいですよ俺。いやいやいや、鹿児島メキシコ鹿児島東京だったら大丈夫だもんね、それはね。そうですね。へえ、ごめん、メキシコに寄り道していいかな。何歳から何歳ですかメキシコは。小学1年生から3年生の間ですね。メキシコの思い出は、メキシコの思い出は、うん、やっぱりピラミッドとかを見に行きやすかった環境ですかね。結構ピラミッドを見に行きやすい感じ。今俺が東京タワーを見に行きやすい感じと同じ感じかな。まあ、そうですね。車で20分ぐらい走らせたら、ピラミッドが見れる環境に身を置いていたので。ちょっと面白いよね。笑いすぎだよ、もう。最寄りがピラミッドな環境なんだね。最寄り、まあ最寄りでしたね。でもさ、1年生ぐらいってどういう感じだ？ 1 年生がさ、急にメキシコ行くのって どうなんだ、でもやっぱりメキシコって治安がいいとは言えないので、うん、結構街中で銃声が聞こえたりとか。すげえ。なんか。そりゃ東京大丈夫だわ。そうですね。うんうんうん、あと、大丈夫な敷地を、一歩出たら危険だったので、いつもお金を握りしめて、うん、何かあったらこれを渡しなさいっていうのがあったりとか、ね、そこで抵抗しちゃってとんでもないことになっちゃうよりは、そうですね、ちゃんと目的のものを渡して逃がしてもらうっていう感じだ。そうですね。すごっ。なので幼いながら何が危険で何が安全かっていうのは、こう見極められる環境にいたような気がしていましたし、なので、東京に出てくるっていうことは、そんなに恐れはなかったというか。あんま銃声しないもんね。あんま銃声しないから、地方で聞いてる人は銃声すると思ってるかもしれないけど、あんま銃声しないから、それは。なんかでも想像するとすごいなと思うのは、だってね、はい、今も幼い顔じゃん。まあ、そうですね。童顔だよね。はい。で、さらにそれがもっと子供なわけじゃん。そうですね。その子がお金握って、
もしとんでもないやつ現れたら、これを渡して私は逃げる、逃がしてもらうんだっていう覚悟の生活、すごいね。そうですね。やっぱり父親と母親の肝の座り方がすごくて、本当に感謝してますね。なかなかそういう決断って自分が親になった時に果たしてできるんだろうかって考えたらきっとできないだろうし。そうか、小さい子二人連れて。そうですね。うわー、すごいな。やっぱ言葉も違いますし、ね、スペイン語なので。そりゃ別に鹿児島弁と東京の言葉なんか全然同じだよね。もう同じ同じ。全然同じ。そうですね。すごいな、だって。桃太郎電鉄でもそんな移動の仕方しないもん、ね、そうですね。すごいね。東京の、じゃあ、まあ、東京のもしくは初めての芸能界の印象と、最初何の仕事をするんですか、最初は。最初、デビュー作は、ワーワーの分身というドラマでして、北海道で撮影をしていたんですけど、お仕事というよりも本当に教えていただいてるとか、現場が楽しいみたいな印象でしたね。で、その中でこう、なんだ、いろんな人出会うじゃないですか。これみんなに聞くの好きなんですけど、はいはい、あの人すごいとか、はい、この作品で私少しまた一皮向けたとか、はいはい、そういうのって何ですか？そうですね。まず、生で見て、お会いして素晴らしいなと思った女優さんは、江口のり子さんですね。はいはい。白井大臣。はい。これゲストも来ていただいたんですけど。あ、そうなんですね。本人目の前にはいませんけど、バケモンですよ。演技の。そうなんですよ。舞台でご一緒して、お正断行という、コロナウイルスの影響で、公演はできなかったんですけど、お稽古はみっちりさせていただいて。あ、公演はできなかった。幻の舞台のね。そうなんです。今のところ。ゲネプロで終わってしまった舞台がありまして、まあ、それで江口さんとご一緒したんですけど、でもすごいね。そうやって聞いてると、江口さんに、もう、それこそ、出てきたばかりで衝撃受けたのかと思って、じゃなくて、いろいろやってきた上で、またすげえんだ、それが。すごい。もう、なんか、なんだろう。強烈ですよね、江口さんって。立ってらっしゃるだけで、その佇まいからいろんなものが、こう、読み取れるというか、あの眼力とか、そういうものを間近で見て、震えましたね。なんていう女優さんなんだって。っていう風に。何が違うんだろう。何が違うんでしょうね。お話をしててなんか感じることありましたか？いや、なんか僕は思ったのは、はい、そのお話をしてるのと、もちろん白井大臣も他の役も全然違う人、全然違う。なんだけど、それもね、大げさに違うんじゃないんだよね、なんか。そう、わかります。わかります。絶妙な何かが違う。同じ人が違う環境で育つとこうなるのみたいなやつを全部やってるみたいで、はい、全く別人ですっていうか、いや、江口さんは江口さんで、角に何か、顔にでかいホクロを描くようなことをするんじゃなくて、はいはい、口癖を作るとかじゃなくて、なんか、違いますね。何なんでしょうね。目が違うというか、でも、どの作品も、なんか役者さんって役に歩み寄っていく作業だと思ってたんですけど、江口さんの場合、役から歩み寄らせてるような強烈さがあるなって。名言出た。それを江口さんからこう感じ取りましたね。これは、役が江口さんに寄ってきてるみたいな感じがするんだ。来なさいみたいな感じで、聞かせてるような気さえ。いや、でもすごくいい表現な気がする。本当ですか？その得体の知れない何かを、僕はそうなんですよ。なんかこの人、普通僕らが女優さんとか俳優さんを、褒めるときって役になりきってますね。あの役とあの役で別人ですねって話なんだけど、そうじゃないのが今の表現なんだと思う。江口さんなんだよ。なのに役の方が多分江口さんに寄ってきちゃったみたいな感じ。そうなんですよ。それってそんなやり方もあるんだって驚きましたね、江口さんを見たときに。あと作品だと印象深い作品って何ですか？舞台でも。他のドラマでも。ね、まあでも、自分の一つの転機になったのは、やはり義母と娘のブルースというドラマですね。はいはい、見ました。すげえ見ました。ありがとうございます。すげえ見ましたよ。ありがとうございます。
あの、僕のシステムはラジオで見ますって言ったやつは絶対見るっていう、そうなんです、ね、なんか、あの、ゲストの方が多分みんなに言うんでしょうねって思ってても、はい、あの言ったやつ見るっていうんで、綾瀬はるかさんが来たんね。そのきっかけで、あの、もともとそれほどドラマをいっぱい見ないんですけど、はい、見てて、はい、あれもすごい難しい役でしょ。そうですね。うん、やっぱり血のつながっていない母親に育てられてっていう役で、やっぱり、まあお芝居もそうでしたけど、役柄もすごく難しくて、今までに、こう、なんだろう、いただいた役の中で一番過酷だったというか、自分の中で大きな役でしたね、あの役が。なんかそのね、その、血のつながってないお母さん、前のお母さんの思い出もあるのに、はい、うんうん、血のつながってないお母さんをお母さんとして受け入れるっていうことと、だけど、はい、あの、母性は欲しがってるんだけれども、みたいなのの行ったり来たりするのがかなり揺れる役でしょう。そうですね。でもやっぱり天真爛漫だし、うんうんうん、なんか少しバカなのもすごく愛嬌があって、うんうん、可愛らしいみたいな役だったので、なんかその寂しさみたいなところと、でも私は大丈夫みたいなところの、なんて言うんだろう、塩梅がすごく難しかったですね。で、なんかツンデレだと、いわゆる今入るツンデレだと、最初ツンツンがデレッとするだけなんで、あれちょっと微妙に行ったり来たりするじゃないですか。そうですね。あの、やっとデレになってきたのに、あ、こういうことに関してはやっぱちょっとデリケートなんだみたいな、行ったり来たりする上にちょっと笑うのとかがあったりするんでしょ、はいはい、そうですね。で、また、その、すごい人気ドラマになるじゃないですか。はい。あれは肌感でわかるの。あ、このドラマどうも人気あるらしいわ。はあ、でも、そうですね、放送中、うん、街を歩いててみゆきちゃんって呼んでいただいたときは、うん、やっぱそれなんだね。わあって思いましたね。役名で呼ばれるっていうのは一個ちょっとあるんで。いや、もう、あの、自分の名前で呼ばれるよりも、うん、役名で呼ばれることの方が嬉しいです。なんかそれを見ていただいてるっていうことの嬉しさとか、それが役が染みついているっていうことの嬉しさとかありますね、うん、でまた僕の無知を露呈するんですけど、はい、歌手活動をやってるのを知らなかったんですよ。あ、そうなんですよ。そしたら番組始まる前に、はい、この安田から、はい、あの CM ソングのこれすげえから聴けって言われて、はい、で、ね、なんて曲だっけ360日、はい、そちらはカバーなんですけど、はい、なんですってね、はい、で、そのカバーの元のやつと聞き比べろって言われて。元はすごくビブラートで歌ってきて、すげえ、こっちはこっちで個性があるんだけど、ね、こっちはまた全然透き通ってるんですよ、一番。まっすぐ。で、ビブラートかけないで、歌われるのが衝撃で、ま、ね、自粛期間中ずーっと、モカさんの歌声聞いてました。本当ですか？ありがとうございます。嬉しい。歌手活動はどうですか？歌手活動は、まあ、やっぱり、なんかお芝居の延長線にあるような気はするんですけど、やっぱり自分により近いものっていうような感じがしてて、うん、自分をさらけ出している、なんかむき出しの状態で歌っているような感じが強いですね。なので隠し事ができないというか、なんかお芝居って結構役っていう鎧をかぶってやるようなイメージなんですけど、うんうん、歌って結構自分自身というか、うん、自分の経験とか見てきたものとか感じてきたものが声に乗るような気がしていて、うん、すごく試されるような気持ちですね。一応プロフィールもらうと、はい、違う芸名でやるんだ。あ、そうなんです。アデューという名前で活動をしております。アデューは何？アデューは関わってくるね。ピラミッド最寄りのところで暮らしてた感じ暮らしてた感じちょっとアデューしませんか、なんか。アデューはアディはフランス語、スペイン語ではなくてフランス語なんですけど。そうなんだ。はい。アディオス感すげえあった。確かに、ね、そうですね。アディオスみたいな。はい、アディュー。まあ、フランス語で、さようならという意味で。そんな悲しい形成つけたの？うん。あの、もともと、ナラタージュという映画、有村架純さんと、松本潤さんが主演の、映画の主題歌を歌わせていただきまして、うん、その時は、私であるということを伏せて、うん、匿名で、まあ、アデューという名前を借りて、歌を歌っていたんですが、去年、歌手活動を本格的に始めるという時に、うん、その、こう、アデューの、なんだろう、コンセプトみたいなものがすごく好きだったので、
その名前のままで歌をやらせていただくことになりました、うんうん、スピッツの曲とかカバーしてあそうなんですこれも CM でカバーさせていただいたので、うんうん、カバーってどんな感じですかカバーは難しいですね特に、まあ、スピッツさん私大ファンでして、うん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 、3度の飯よりスピッツってぐらい好きなんですけど、うん、なんか自分のこうなんだろうこうしたいって思いが強すぎてやっぱりあのこの名曲を作り出していただいた方に失礼のないようにっていうこともありますし何より曲が美しすぎるのでそのそれに負けないようにというかでも、うん、そのやりがいとプレッシャー両方あるでしょだって自分そうですね正直自分の好きな歌がカバーされるときって微妙な気持ちじゃないですか、はい、でそれを自分がカバーする側に行くのって、はいはい、勇気いるでしょ絶対、うん、勇気いりますめちゃくちゃ緊張しますし、うん、責任感がすごくこう問われるというか繊細な作業だなと思いましたねでもついさっき僕はこの番組始まる前に366日を、はい、聞き比べされた上にここにいるお姉さんから、はい、ね、それぞれの個性がいいでしょうって言われましたので僕ははいって言いました、ねあのね、でしょって言われて指導を受けたばかりですということでちょっと一回 CM 挟みますね、上白石萌歌さんゲストにお迎えしておりますTBS アナウンサー赤荻歩です。エンタメサタデー。アニメーション映画、ジョゼと虎と魚たちから、このお二方のメッセージ。アニメーション映画、ジョゼと虎と魚たち。スネオ役の中川大志です。ジョゼ役の清原かやです。放送は26日土曜日朝5時5分から。日曜お昼12時30分から放送中、新米記者松本ほのかです。12月27日のゲストは、土屋アンナさん。毎日が全力投球の超人アンさん、パワーの源はどこにあるのか深掘りしたいと思います。年内ラスト、アンさんが皆さんにパワーを与えます。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。カードローンの利用や借金をしたことがある方へ、払いすぎた利息があればあなたにお金が戻る可能性があります。返済中でも返済済みでも無料で過払い金を調査。東京弁護士会所属弁護士法人アディーラ法律事務所にお電話を。0120-316-742、債務なしに。中高年の皆さん、毎日元気に過ごすためには何が大切でしょうか。何？私はしっかり歩けることこそ元気の元だと言いたいのです。おー、ないですか。いっぱい歩けなきゃ楽しい旅行も回れる場所が減ってしまうし、歩くのが遅いとバーゲン会場に着く頃には欲しいのはなくなってますよ。そこで最瞬間製薬所の歩みのゼリー、機能性関与成分ブラックジンジャー由来のポリメトキシフラボンが、年齢とともに低下する足の筋力に作用することで中高年の方の歩く力を維持することが報告されているんです。特保じゃありませんよ。機能性表示食品です。さあ、皆さんも食事運動歩みのゼリー。食事運動歩みのゼリー。無料お試し3本セットは0120-777-444、777-444、最瞬間製薬所まで。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか。CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。時刻は10時24分に間もなくなります。 TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の染谷紀子さん、お願いします。はい、関東地方はこの時間もよく晴れています。今日はこのまま晴れて雨の降ることはありません。気温はこの後12度から14度くらいまで上がる予想です。昨日より2度くらい高くなります。今日は夜も昨日の夜より少し冷え込みが和らぎそうです。明日は日中は晴れますが、夜は関東南部を中心に雨が降りそうです。明後日金曜日はすっきりと晴れます。関東は今日、明日、明後日が比較的気温が高いので、この3日間で大掃除を一部スタートしてもいいかもしれません。以上です。
ありがとうございました。気象予報士の染井明子さんでした。ハロー、チューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大21,000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-455-572-455-572 まで。ここで TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい。首都高速道路は都心環状線の内回り三宅坂付近、左車線で故障車の処理が続いて4キロ、江戸橋からは30分、影響で向島線の上りは江戸橋で6キロ半、向島からは1時間15分、7号上りは両国で3キロ半ですが、亀戸から50分かかっています。5号線の上りは中台と板橋本町で事故の処理が行われている影響もあり、渋滞が激しく、板橋ジャンクションでは10キロ、戸田南から1時間30分かかっています。神奈川県内、秦野市の国道246の長抜き宮前付近、事故のため通行止めが続いています。上りは1キロ半、反対の下りは6キロ。また、厚木の246上り、妻田向こう市場付近、前にあった事故の調べは終わりましたが、3キロ渋滞が残っています。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は、この後10時55分頃にお伝えします。TBS ラジオ主催、みんなで作る復興コンサート2021、サポーテッドバイ KDDI。仙台フィルと加藤登紀子の夢の共演、3月7日日曜日、宮城県名取市文化会館で開催します。チケット販売中、詳しくは TBS ラジオイベントサイトをチェック。伊集院光とラジオと上白石萌歌とスピッツと、さあ、改めまして今朝のゲストです。女優の上白石萌歌さんです。引き続きよろしくお願いします。なんか俺どっちが先だったかわからないんですけども、はい、その義母娘も見てたし、はい、あの声のお仕事の未来の、はい、未来、はい、を全然知らずに見てました。あ、ありがとうございます。単純にあの子頑張ってんなっていうだけの、そのアニメの方を飲んで見ててでも声優の仕事ってそれでいいとか、それがいいよね。そうですね、なるべく聞いてる方に自分の顔が浮かばないといいなって思うんですけど、うんうんうん、やっぱりむちゃくちゃ難しいですね、声を当てるっていう仕事。どこですか、一番難しいの。え、どこ難しい。あ、これは難しいな。ポイント、うん、やっぱりいつもお芝居してるときは目とか動きとか、うん、あのそういう体で表現している部分がやっぱりアニメーションだと何かに当てるっていうときに、あのアフレコのこうスタジオって自分とテレビなんですけど 2D になっちゃうんですよね。なんか世界がなんか 3D に、例えば木の下にいるとかなったら木を見上げなきゃいけないのに、自分はそのテレビ画面を見つめてるってことは 2D の感覚になっちゃってるってことなんで、すごい名言だよ。すごい俺今ゾクッとしたよそこにいなきゃいけないんだもんね。実際その演技としては、そうなんですよ、その未来の未来なら未来の未来、ポケモンならポケモンの世界で見てなきゃいけないんだもんね、はい、でも私はテレビを見てこれに声を当ててるって、そうなんですよ、いうなっちゃいがちだからっていうことか。それがすごく難しくて、やっぱり想像しなきゃいけない。このテレビの上に木があってとか、大きいお父さんがいてとか、そういうことを想像するのがすごく大変ですね。それ組み立てて感情を入れてってなっていくわけだって、しかも、はい、いつも頼ってる視線の動きとかには頼れない分、そうですね、こうするとかなっていくわけだ。だから本当に声優のプロの方を本当に尊敬しますし、やっぱり全然違うなと思いますね。で、その流れで、はい、ちょっと映画の話で、まずはじゃあ安田から情報くださいね。はい。上白石萌歌さんがゲスト声優として出演しているアニメ映画、劇場版ポケットモンスターココが、あさって25日金曜日から全国東宝系にて公開されます。
人里離れたオコヤの森で幻のポケモンザルードに育てられた少年ココと、森の掟に反してココを育てることにしたザルードのちょっと変わった親子の絆を描いた作品です。上白石さんは少年ココ役を、また歌舞伎俳優の中村勘九郎さんが幻のポケモンザルード役を演じています。安田美香一応師匠見せてもらって、ね、はい、ありがとうございます。面白かったです。あ、よかったです。あの上白石さんって分かんなかったんですよ。本当ですか。あの出てるって分かって見たのに、あれこれあれってなって、嬉しい。本当に10歳の少年ココの声でした。何よりです。めちゃくちゃ嬉しいです、ね、お子さんがいらっしゃるって伺ったので。あ、そうです。やっぱりね、必ず劇場で見たいと思います、はい、よろしくお願いします。僕はね、一つ興味深かったのは、はい、安田美香はあんまポケモンに触れて育ってないんですよ。だから今までのポケモンをそんな見てないのにもかかわらず、よかったよかった、すごいよかったですよ、伊集院さんっていう話。それはほぼ初めて見たんですけど、そうなんです、ね、ポケモンめっちゃ面白い、ね、ここからここからいや本当にポケモン面白いっていう情報を今くれたの。それは知ってそれは知ってすごい面白い。いやでもこれでも実はこの天然のお姉さん いいこと言うよね。だってさポケモン見てる人は当然楽しみにしててくれて、それはありがたいけど、うんうん、見てない人が見てこんだけ興奮してくれるんだったら、それはまたまたありがたい話だよね。そうですね、めちゃくちゃ嬉しい、はい、で親子の愛もね。そうですね、ぜひパパと、ね、お子さんとかで見に行ってほしい。見に行ってほしい。あのおすすめポネタバレなしのおすすめポイントはどこですか。はい、おすすめポイント、そうですね、今回舞台がジャングルなんですよ、はい、あの絵が本当に美しくて、うん、その木に生えた苔の感じとか空の広い感じとか、なんかもう一回一回止めてみたくなるくらい、うん、本当に映像絵が綺麗なので、うんうんうん、そのこだわったあの監督の部分にも注目していただきたいですね。なんすかね、さっき言ってたことで言えば、そういう絵が助けてくれることっていうか、その、うんうん、2D じゃなくて入り込みやすかったりするのかしら。そうですね、もう。あと、アフレコの時ってどれぐらいできてるの、はい、え、どれぐらい、あ、映像ですか、うん、あの、実はこの作品は夏公開の予定で、はい、あの、いろいろなコロナの影響とかもありまして、初めてクリスマスにポケモン映画が公開されるんですけど、なので、映像は大体出来上がって。割と余裕を持って作業を、ができたんだ、はい、まあ、それでももうめちゃくちゃギリギリまでこだわって作られていたみたいで、うんうん、やっぱりね、いろんな方の思いが詰まってる作品になってると思います。スタジオで勘九郎さんとかの絡みはあるの？アフレコは別の日で、別なんだ、私は勘九郎さんのお声を聞きながら声を取らせていただきました。あ、でもその取り方が良さそうだよね。勘九郎さんも彼女の前でポケモンになるの大変そうだもんね。目の前、まあほら、やっぱアフレコってちゃんとバラバラに撮れるのは撮れるからね、うんうん、目の前で勘九郎さんにポケモンになられてるのも別のプレッシャーかかるもんね、それは。皆さんにお聞きするんですけど、はい、今後の夢や野望、お仕事でもプライベートでも何かありますか？はい、そうですね、まあ何より人間らしく生活してたいですね。なんかやっぱりお芝居をするのも、あの普通に生きている人っていう対象の方が多いので、自分の普段の感覚とか普通に生活をすることを大事にずっと生きていたいなと思いますね。人間らしくの定義って何だろう？難しい。何でしょうね。でも本当に朝起きて朝ごはんを食べてお仕事行って寝るっていう、なんか何でしょうね、なんか多少イライラとか悲しくなったりもしながら一生懸命生きるみたいな、よくわかんないですね。なんか僕はさっきからずっと思ってるのは、うん、あのラジオによく乗る声だなって思って聞いてて、でいて、ちょっとあんましない難しい質問投げっぱなしで待ってみようって思って、なんか僕はなんかずっと昔から斉藤由貴さんがやってたラジオが大好きで、はいはい、そういうラジオのできる女性を、女優さんをすごく心のどこから探してて、そういうのができそうな人で。本当ですか？でもね、曲って間違っちゃうのは、そういう才能のある女優さんにアイドル的な、うん、アイドル番組はアイドル番組でいいんだけど、うんうんうん、
そうじゃない女優さんのラジオが聞きたいんですよ。あ、結構哲学の詰まったような。そう、今みたいに自然に困ったりとか、自然に困ったり、人間らしさってなんだろうって、ちゃんと自分のペースで考えられたりして言葉を出す人の、なんかラジオを聞いたり、エッセイを読んだりとかしたいなと思って。ああ、震えます。でも、すげえ意地悪でしたもんね、今。そんな雑な質問ある？どうしようって思っちゃった。人間らしさって何って聞いて、困ってるのをずっと見てるだけっていう、ひどい人なんですよ。博愛の人とは実は別のところに、真逆のところにいる人なんですよね。悪魔かもしれない。ねえ。あとは、姉妹共演とかは、今までも してんだよね。一度だけ。安田なんかまたそれも俺に教えてくれてたもんな。はい、好きなのは何だっけ？熱く語って、もう、羊と鋼の森、はい、ピアノを弾く姉妹で。大好き、あれも嬉しいです。姉妹共演ってどんな気持ち？やっぱ恥ずかしいですよね。なんか、メイクルームとかに姉が座ってたら、なんか恥ずかしいというか。そこか。何かこつけてんのみたいな。もうそのさ、演じてるところはもうスイッチ入ってるから大丈夫なんだ。そうですね。メイクルームがちょっと変なんだ。ちょっとなんか、うん、みたいな。同じ家から来てるし、みたいな。そうなんですよ。面白いね。ライバル心もちろんありますし、うんうん、でもそれ以上に、同志とか、うん、もうもはや親友なんですよね。きっと一番仲のいい友達が姉で、なんか、例えば仕事の話とかをしてて、あ、それ分かるっていう、分かるの一言だけで救われるところがあるというか。そうか、お友達だったらいっぱい説明しなきゃならないし。そうですね。で、いろんなこう補足をつけなきゃいけないけど、うん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 、そりゃそうだよな。ピラミッドのそばに一緒に住んだんだよね。そうですね。結束力も強いと思います。今日の僕の一番の驚きはそこをですね。とても楽しい時間を過ごさせてもらいました。こちらこそありがとうございました。今日のゲスト、上白石萌歌さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。アニメーション映画ジョゼと虎と魚たち、鈴川恒夫役の中川大志です。ジョゼ役の清原果耶です。長年にわたり愛され続ける恋愛小説の名作がアニメーションとなってスクリーンに登場します。12月25日公開予定。感動は劇場で。お待ちしてます。北関東、長野、新潟エリアで美味しいエリア拡大中。おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。みんな大好き大木屋ラーメン。家族のためにずっと頑張ってきた時、ふっと考えるのは万が一のことではないでしょうか。いやいや、まだまだ現役だし。わかります。でもお元気な時だからこそ考えてほしいのが、もしもの時の準備。もしもの時の準備。そこでおすすめなのがメモリードライフの葬儀保険。死亡保険金額100万円コースなら、満60歳女性の場合、年払い保険料は7940円、一月あたりおよそ662円。662円、それなら楽だね。満89歳までお申し込みできますし、持病をお持ちの方でも相談できますよ。残された家族の安心も考えると。はい、メモリードライフの葬儀保険。資料のご請求と詳しい内容のご案内は 0120-244-888 0120-244-888 まで。早速電話してみます。メモリードライフ。TBS ラジオの名物企画、子供電話相談室が帰ってきました。郵便局とタッグを組んだこの企画、まずはおはがきやお手紙でお子様の質問疑問相談を送ってください。相談室スタッフが内容にぴったりの先生をお呼びします。あとはお子様の都合のいい日時に合わせて電話をつないで収録します。これがお子さんの初めてのお手紙に、初めての大人との電話に、初めてのラジオ出演になるかもしれません。宛先は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ伊集院光とラジオと子ども電話相談室と郵便局とまで。放送は月曜日の朝9時30分頃です。どうして人間は大変なんですか？勉強したりお支度したり、僕はもっと遊びたいです。遊びたいよね。わからないことは TBS ラジオに聞こう。
毎日の暮らしに潤いを届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は竹下香奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はご家庭で老舗の味が楽しめる人気商品、銀座梅林カツ丼の具をお買い得価格でご紹介します。これも美味しいね。そうなんです、TBS ショッピングだけで60万食以上売れているロングセラー商品がこちらの銀座梅林カツ丼の具です。ご好評につき番組に再び登場です。梅の林と書く梅林は銀座で初めてのとんかつ専門店、数々の著名人にも愛されてきた創業93年の老舗です。その梅林の看板メニューがサクッと揚がったジューシーな豚のロースカツを玉ねぎと一緒にタレで煮込み、ふんわり卵でとじたこだわりのカツ丼です。もうカツ丼といえば梅林と言われるほどファンが多いんです。今も昔も変わらない美味しさの決め手は秘伝のタレ、甘辛のタレがたっぷりと柔らかなカツに染み渡り、豚肉の美味しさを存分に引き立てています。そんな老舗のカツ丼をご自宅で手軽に楽しめるのがこちらのカツ丼の具です。ぜひお召し上がりください。いただきます。はい、よいしょ。オープン。いやこれですよね。いや本当にカツ丼ウィキペディアでカツ丼に載せるべきなやつカツ丼の辞典にもう見本として載せるべきやつが現れて、はい、いただきます。いただきます。うん、うまい。うん、この甘さなんだよな。うん、あとトロトロ感、ね、すごい柔らかい。タレも染み込んでますね。おいしい。これでもさ、レンジでチンなんだよね。そうですね。それがちょっとびっくりする、はい、下手すら引くレンチンでこんなうまいのってなる、ね、うん、本当 TBS ラジオのパーソナリティにもファンが多くて、大沢ゆりさんや生島博さんももう大好きなんです。まさにお召し上がり方とっても簡単です。もう袋から出したら容器のままレンジでチンするだけです。およそ5分です。一つがちょうど1人前ですので、あとはほかほかの白いご飯にスルッと乗せればもう出来上がりです。カツも食べやすく4切れにカットされているので、包丁もまな板もいりません。準備も後片付けも楽です。火を使わないのでお子様にもおすすめですよね。でもさ、レンチンでこの卵のふわふわ感とか、そのカツを、カツ、皆さんちょっとカツ丼の似た感情を思い浮かべてほしいんですけど、今煮ましたよっていう感じとかは、ちょっとほんとびっくりするよね。すごい。ほんとレンジね、チンするだけです。なので、おかずがもう一品欲しいときは、そのままカツ煮として出せますし、お酒のおつまみにも合います。よしゃ、すいません。夜食にもおすすめです。賞味期間は冷凍で製造日より1年あるので、もう常備しておくととにかく重宝します。そんな老舗有名店のカツ丼の具を今回はお買い得価格でご用意しました。銀座梅林監修カツ丼の具は、1袋2食入りが5袋、合計10食セットでお買い得な税込み3980円。3980円です。そして倍の20食セットはさらにお買い得です。単品合計価格7960円のところ1000円引きの税込み6960円。6960円です。老舗の味が1食あたり348円で味わえます。すごいね、すごい。ちなみに銀座梅林のお店でカツ丼を食べると1杯1150円しますので、うん、とってもお得です。まあ、銀座の場所代もあるしね。まあね、そらね、しますよ。店頭ではしかも買えない商品ですので、そっか、はい、まとめ買いもおすすめです。別途送料頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。お電話つながりにくい場合はインターネットご利用ください。 TBS ラジオショッピングでした。ベテランの梅林ファンで年配の方とか、おいそれと銀座ってわけちょっと行かないじゃん世の中。そうですね。そうするとちょっとでもね、梅林の味っていうことで言えばいいかな、ね、はい、ありがとうございました。
ラランドのさやです。ラランドの西田です。毎週火曜日夜9時半から放送中、ラランド月のうさぎ、番組初のイベント、スキューサフェスの配信チケットが発売中です。ありがとうございます。ありがとうございます。12月30日水曜日午後5時から配信開始です。来年1月10日日曜日までアーカイブで見れますでございまする。チケットはピアで販売中です、はい、詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。ご覧ください。カードローンの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10 10-10-10。TBS ラジオ伊集院光とラジオとおっちょこちょい話安田コレクション。さあ、まあ、おっちょこちょいやっちゃったなと思ったら落ち込むんじゃなくて投稿してくださいというコーナーです。はい、で読むと安田が、金賞のボタンを押すコーナーになりましたね。いや、なんていうのかな、金とか銀とか銅じゃないよね、もうね。ベタでも、もうちょっとしたことでもいいんで、みんな送ってくださいっていう。はい、僕が目指してるのは、とにかく落ち込まないことです。そう、笑い飛ばしましょう。そう、なんかこれが老化現象だな、みたいな、そんなどうでもいいんです。はい、人に言ったらウケんじゃねえか。笑ってくれたって、ね。はい。もうちょっとね、はい、もうベタからいきます。はい。東京都ラジオネームぬかよろこびさん、46歳男性。ありがとうございます。あ、ベタじゃないやつを言った。これが常におっちょこちょいだ。これベタじゃない。これってさ、なんつうの、もう、みんな知ってるっていうか、こういう、はい、こうネタはもうあんのってちょっと思っちゃったんだよ。あまりによくできてて。なんでしょう。ある日洗濯物を干してたらテレビから、うん、金儲け商品の提供でお送りしました。何その大胆な会社名と思って、よくこう注目したら、はい、金儲け商品だったらしいんだけど。いや、そりゃそうですよ。企業ですから金儲けの商品を売ってるんですけど。ねえ。赤字になるもの売ってませんけど。あからさますぎますよね。これ新鮮だよね。あまりによくできてる。これ古典的なのかと思っちゃうんだけどさ。はいはいはい。さあ、それでは金賞ボタンお願いします。ポチッとな金賞。なんじゃこれ。いや、金です、金です。三鷹市のラジオネーム、かずころさん、60歳女性の方。はい、ありがとうございます。今朝テレビを見ながらソファーに座って、うん、パジャマから部屋着に着替えていた時、片方の靴下がない。あら。ね、一足ずつ畳んでしまってるやつを引き出しから出したので絶対あるはず。うんうん。ちょっとふっと置いちゃったのかと思って周りを見てもない。うん。もしやと思ってみると、うん、片方の足に2枚履いてる。こういうオーソドックスなのも欲しいじゃないですか。そうですね。はい、そうですね。ポチッとな。金賞。安田正しい。あ、本当ですか。そうなんです。金でしょ今のはね。そうなんです、うん、はい。で、ついにやったか感とかもいいじゃん。話には聞いてるけど、この片方2枚履きやったかっていう感じ。あ、確かに。うんうん。ね、うん、続いてですが。はい。あ、たくさんありがとうございます。匿名希望さん。はい。昨晩起こったおっちょこちょいです。あら。晩飯に麻婆丼を作ったのですが、うん、ご飯に、麻婆をかけた時に、うん、豆腐入れ忘れてるっていうことに気づいて、どうしようかと悩んだ挙句、はい、冷たいまま角切りにした豆腐を乗せて、辛い麻婆、熱々の辛い麻婆に冷たい豆腐で食べました。食べ終わってから、はい、うちには電子レンジがある。厚日屋のね、新しい新メニュー、新メニューですよね。うん、それでは金賞ボタンの方をお願いします。よろしいですか。はい、よろしいですか。しす金賞。勇気を出して投稿していただけると、ベタなものでもすごいものでも金賞がもらえるコーナーになりましたね。お待ちしております。ロピアは同じ商品ならより安く、ロピアは同じ価格ならより良いものを、楽しく感動できるスーパーロピア。法律事務所ホームワン。法律のこと難しい、知らずに損してないかな、それなら気軽に相談しよう。
事務所。もしもし、どのようなご相談ですか？若い頃より足が弱まったのか、歩くのが億劫に感じまして。どんな時にそう感じますか？遠くまで出かけるとすぐに休みたくなったり、踏ん張りが効かないなと思うことがよくあるんです。そうなんですね。それなら、再春館製薬所の歩みのゼリーをお試しになりませんか？どんな商品なんですか？歩みのゼリーには、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンという成分が含まれていて、この成分が年齢とともに低下する足の筋力に作用し、中高年の方の歩く力を維持することが報告されているんですよ。歩く力を維持してくれる成分？私にぴったりじゃないですか。機能性表示食品です。特保ではありません。試してみたいです。歩みのゼリーは無料のお試し3本セットをご用意しています。お問い合わせは 0120-777-444 777-444最瞬間製薬所ですよ。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんですけど。はい、無料でご自宅まで伺い、その場でいくらになるか査定いたします。お電話は 0120-697-495 697-495 バイセル。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい、フランス政府は感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異種の流行を受けて実施していたイギリスからの入国禁止措置を現地時間23日の午前0時に解除しました。ただイギリスからの入国が認められるのは72時間以内の PCR 検査で陰性を証明した人か、変異種にも対応した抗原検査を受けて免疫が確認された場合に限られるということです。また物流も再開させ、外国人も含めて輸送などに従事する人の往来も許可するとしています。これを受けてイギリス側は、フランスに渡れず足止めされているおよそ3000台の大型トレーラーの運転手たちの検査を23日から開始すると発表しましたが、物理的な制約もあり、状況が改善されるまでには数日かかる見通しだということです。一方、トヨタ自動車のヨーロッパ法人は、新型コロナウイルスの変異種の感染拡大でイギリスとの往来が難しくなったことから、イギリスとフランスの工場でクリスマス時期の休業を前倒ししました。部品が足りなくなる恐れがあるためで、本来なら24日からだったクリスマス休みは、フランスの工場とイギリスのエンジン工場で2日早めて22日に、イギリスの完成車工場で1日早めて23日からにするということです。こうした中、世界の大陸のうち新型コロナウイルスの感染者が唯一確認されていなかった南極で初めて感染者が確認されました。感染が確認されたのはチリ軍の南極大陸にある基地で、基地の整備や調査に当たっていた軍人26人、それに民間人10人の合わせて36人が感染していたということです。現地メディアによりますと、感染者はすでにチリの南部に移されて隔離措置が取られ、重症者は出ていないとしています。南極の観測所や基地ではウイルスを持ち込まないよう活動規模の縮小などの措置が取られていますが、これで全ての大陸に新型コロナの感染が拡大したことになります。上皇さまは今日87歳の誕生日を迎えられました。上皇ご夫妻は今年3月に高輪の仙洞仮御所にお住まいを移してから、新型コロナの感染拡大に配慮して外出を控えられていますが、感染拡大が人々の健康と日常生活に大きな影響を及ぼしていることを深く案じ、恒例の誕生日の行事も控えられるということです。上皇様の体調については特に問題はないということですが、側近はお年を召され、上皇后様にいろいろお尋ねになることが多くなられたようにお見受けしますと近況を話しています。以上、ニュースをお伝えしました。ニュースデスクの中村久人さんでした。土曜日朝7時からのまとめて土曜日、12月26日のゲストコメンテーターは立命館大学准教授、社会学者の富永紀子さん。北村さん、はい、2020年振り返って一番良かったことは何でしょう？まあいろいろありますけどね、やっぱり一番は虹プロジェクトを見て20に出会ったことですね。新曲いつも聞いてます。時刻
は10時54分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、東名高速の上りは首都高速の大橋ジャンクションを先頭に10キロ、東京料金所の先から30分、外環道の内回り松戸付近、故障車が止まっている影響で左車線が通れず2キロ、反対の外回りは外環浦和で8キロ、通過には20分です。首都高速道路5号線の上り、2件の事故の処理は終わりました。板橋ジャンクションでは10キロ渋滞が残って、戸田南からは50分かかっています。また都心環状線の内回り、三宅坂付近に止まっていた故障車も移動しました。一般道は神奈川県内、秦野市内の国道246長抜き宮前付近、事故の処理は終わり、通行止めも解除されています。下り線に3キロ渋滞が残っています。埼玉の国道254号の下り、三好町の千曲沢では2キロです。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は11時25分頃、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。もう一度始める。突然なんだよと思う。さっき音声トラブルで聞いていただけなかった四角い箱の最後のところなんですよね。そこすごい味があるんで、まず聞きましょう。人の言葉につまずいたのも結局四角い箱の明日があるから生きてもいけるさ。そうだろう、四角い箱の中。やってみようよ人生だもの。はい出せ四角い箱の中。なんだろうね、やっぱ四角い箱わかんないね。そうですね。さあ切り替えまして、本日の山崎翔でございます。山崎翔はナスを克服したぞという、はい、はい。ドラミングはパーさんには、美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。さあ、そして先週の特別なプレゼント、愛知県旧家村茶臼山高原おすすめ飲むヨーグルト、おはがき、1名様です。所沢市にお住まいの山崎藤子さん、おめでとうございます。さらに今日のアレコードコレクター中野俊成さんの著書ジャケ買いしてしまった、3名様にプレゼントします。清瀬市の吉川直人さん、横浜市の藤田勝間さん、千葉市にお住まいの小島由香さん、おめでとうございます。読んでください。さあ、さらに流れるように明日のゲスト、はい、俳優の増岡徹さん。増岡徹さん、はい、まあ無名塾の超エリート、柴田さんがあの人は無名塾の超エリートなのよって言ってましたんで、まあその柴田さんとの演劇論からね、いろんなお話を、聞いてみたいと思っております。しかし本当に毎日毎日ゲストのジャンルが全然違う感じ で、 で、ね、はい、俺前にさ、ピンクレディの K さんがゲストの時だったかな、はい、ミーさんって間違ったら絶対いけないと思ってたら、最後に今日のゲストミーさんでしたって言ったと思う。ありましたね。今日もなんかそれにビビっちゃって、分かってんだよモカさんだっていうことは、うん、どっかで俺やんじゃねえかなと思いながらドキドキしない。もうあの必ず一旦文字に書いてよしっつって言ってる。ただ素敵な人だったね。ねえ、本当に
なんか同じエピソードもお姉ちゃんサイドの話もちょっと聞いてみたいよね。どんな気持ちでどんな思いなのかとかね、うん、なんか言葉がちゃんと自分の言葉を持ってる人だなって感じしましたね、うん、はい、ということで明日も聞いてください。この時間のお相手は安田美香と伊集院光でした。この後はジェンス生活は踊るです。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。